ですね、次も頑張っていきましょうよ。頑張っていきましょう、ね、まあ早いもんで、はいはい、もう私も36ですよ。そうなんですよ、もう36ですよね。あ、年齢の話ですよ。当たり前やわ。また下の話じゃない、ね、短すぎるやろ。ここのドイツがまた36歳、ね、だいぶリアルですけどもね。いや、ほんま36なわけや。36歳ですよ。あ、人の年齢としてね。そうや言ってんだから。人の年齢としてね。当たり前やろ、お前。井上としては何歳やったっけ、うん、36や、お前。俺そんな特別な年の取り方せえへんねん。あ、そうですか。でも36にもなってな、彼女もおらんわけや。彼女もいないんですよ、うん、あ、彼氏もおらん。うるさいな。彼氏もいないですよ。いやいや、言わんでええねん、お前。黙って聞いとけや、ほね、皆さんも ぜひ聞いてあげてくださいね、うん、あ、見てもいいから。もうええわ、いちいち。お前が一番うるさいねん。いや、36にもなって彼女もおらへんって話や、はい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 、でもさ、実際モテへんわけではないのよ。そうなんなら年を重ねることにどん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 モテては来てるわけよ。そうなんや。あとでさ、あのドクロの書かれたドリンク飲んでな。死んでまうやろ、お前。絶対あかん、女もん、いや、でもほんまにな、そうやねんって。なんかっていうの、大人の余裕っていうのかな。昔はな、わーって自分からがっついてたけど、今はそういう風にがっついたりせえへんもん。あ、確かに昔はな、あの道頓堀のピラニアって呼ばれてた。ダサいな、異名言われてるか、そんなこと。お前、いや、ほんでな、昔みたいにわーって自分から攻めたりばっかりじゃなくて、こっちは一歩引いてるからさ、最終的に女の子にこう言われんねん。今夜は帰りたくない、お金もらうまでは。嫌なやつか、お前。言うか、そんなこと。お前、帰りたくないってこう言われるわけよ。ないと言われるの。やっぱ大人のデートからさ、お前高級ディナーとか言うわけよ。わー、そうですか。やっぱ犬屋さんレベルに行くと、お前食べに行きますか、うん、高級フレンチブルドッグ。犬や、それなんで犬食うねん。俺食べますか。高級フレンチ。高級フレンチな。でどっかに待ち合わせとかもせんで、うん、俺がやっぱなんか彼女の家までこう迎えに行ってあげるわけよ。プトゥ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 、ヘリで行かへんわ、お前。さすがにそこまで金ないわ、こっちも。車で行くね、車で。うん、いや、ええねん、スポーツカーとか。いや、その本格的な音ええから。もう音はなんとなくでやってくるとええから。音なんとなくで、うん、あの、車でバーって彼女の家まで迎えに行って、家の下に連れてたらこう電話するわけよ。えらららら、もうちょっとやる気出せよ、お前。どうでもええって言うか。いや、言うたけれどもやな、さすがに度が過ぎるぞ、お前。前はもう電話するわけよ、はい、もしもし、エリちゃん。あ、井上さん、今家の下に着いたよ。あ、わかりました、すぐ向かいます。はい。あ、家の前にストーカーが。ストーカーちゃうねん、おい。いや、迎えに来てるから、スッと下まで降りてきて。ブーン、ウィーン、お待たせしました。車で行くなよ、お前。なんで2台並走でデートすんねん。見たことあるか、そんなん。普通に降りてこいや、おい。お待たせしました。ローラースケートも履いてないねん。お待たせしました。聞いてる。私、サイドミラーにしがみついとくんで。ファンキーやな、おい。そんなファンキーな女子嫌やねん。普通に靴で来て、助手席乗ってくれたから。お待たせしました。やちゃん、どうぞ。 ありがとうございます。よいしょ。ブーン。行くな行くな行くな。おい、なんで運転席に移動して一人で行ってまうの。助手席に座ってくれてから。じゃあ行こうか。今日は一緒にご飯やけど、ほんまに嬉しいわ。あ、ごめんなさい、もうちょっとゆっくり走ってもらってもいいですか。ポケモン GO やってるやろ。おい、そこは会話を楽しめよ。井上さ ん, ん、地球が滅びるのももうじきですね。怖いな、トークテーマが怖い。そこは迎えに来てくれたのは嬉しいですけど、少し残念ですよ。車で迎えに来てくれたのは嬉しいですけど、少し残念です。どうしたの。排気ガスのせいでまた地球が滅びるのが早く。怖いって。なんですぐ地球が滅びる話をすんの。ちぇちぇ、そこは一緒にお酒を飲みたかったから。一緒にお酒を飲みたかったので。あ、それだったら大丈夫。あの、後輩がさ、車貸してくれって言ってきたから、次のお店でこう車渡す約束になってるから。あ、そうなんですか。あ、キーッと、あ、着いたよ。 あ、後輩、キューッ、恋すな、おい。ドタイプ。おい、なんで後輩に恋をする。アドレス交換しよう。いや、言うな言うな、おい。私の電話番号は090。グイグイ行くな、おい。3791。グイグイ行くな行くな行くな。ちょ、待て待て。いや、後輩に恋されたら困んねん。そこはいいから。ああ、いい。後輩のような鍵を渡して、うん、ほら、これで一緒に飲めるやろ。ああ、本当ですね。どう、この店。この店すっごく美味しいんだよ。本当なんですか、うん、いただきます。店が美味しいんちゃうの。化け物か、お前。美味しいって言うから。店の料理が美味しい。あ、料理が。でこうバーって中に入ったらな、もう顔パスや、はい。その顔は無理です。そういうパスちゃうのよ。NG のパスちゃうわ、お前。チェックなしに入れるってことや。井上様、お待ちしておりました。どうも。どう、この店素敵でしょ。うわー、すごい素敵。でも井上さんのことだから、いろんな女性と来てるんですよね。このお店は特別な日に特別な人としか行かないよ。はあ。なんか言えよ、お前。何よ、そのリアクション腹立つ。でもいっぱいワインもあるんですね。うん、エリちゃんは重いのと軽いのどっちが好き。私詳しくないので。井上さんは。俺は愛もワインも重いのが好きかな。じゃあどれにしよっか。そうだな、私はそうだな、握りやすくて硬いボトルなら。殴る気やないか、お前。いや、そこはもうお任せしますでから。アッコにお任せします。誰に任せんねん、お前。怒られるわ、お前。俺にお任せしてくれたから。お任せします。じゃあいつもの一つ。かしこまりました。お待たせしました。ありがとう。
いい香りだね。ファブリーズでそれ。何入れてんねん。ワインに決まってるんだろ。じゃあ乾杯しようか。はい。2人の出会いに。地球の滅亡に。怖いって。ちょいちょい思想が出てくるから。あ、ごめんなさい、なんか知らない番号から電話が。あ、出て出て。ちょっとすいません。あ、もしもし。え、あ、さっきの。あ、電話かけてくれたんだ。さっきの後輩ええねん。すごい嬉しい。気になんねん、いちいち。できるな、後輩と。いや、そこはなんかワインを飲みながら会話を楽しむねん。どう、この味は美味しい？いや、すごく美味しいです。ここのお店ね、取材 NG のお店なんだよ。ああ、そうなんですか。だって雑誌とかテレビでも見たことないですもん。よかったら両親とか連れてきたら、俺のつけでいいから。はい、ありがとうございます。流しそうめん食うてない？なあ、高級フレンチやつってもちゃんと食べて。でこう、彼女いるんですかとか聞いてくんねん。井上さんは彼女いるんですか？俺、どっちだと思う？え、どっちって聞かれても逆。え、今エリちゃんが思ってる逆だから、今エリちゃんが思ってる逆の答えを言ってみて。生きててほしい。死んでほしい思ってるよ。なんで彼女おるかどうかの質問でそうなんや。バカタレかお前。違うやん、そこは。彼女いない正解。え、絶対嘘だ、井上さんモテるもん。いや、本当に彼女いないんだって。これや、もうアジア一応思ってないから。何やおい。こういう対話すんねん。こっちからも聞くわけよ。え、じゃあエリちゃんは彼氏いるの？あ、どうだと思いますか？いない。え、いや、絶対いない。ああ、そうですよね、私って魅力ないですもんね。そういうことじゃないよ。エリちゃんは彼氏がいるのに他の男とご飯に行くような不思議な女じゃないってこと。どうしよう、胸が苦しい。私結婚詐欺なのに。絶対あかんぞお前。騙されるやないかと思ってたの。苦しい。ええー、ねん、そんなことは。でこっちがな、追い打ちをかけるように言うわけよ。じゃあ俺、エリちゃんの彼氏候補に立候補しよっかな。キューン、胃がキューン。ストレス感じてるやんか。胸キュンだけでええから。ほんでこう胸キュンしたのな、隠そうとしてこうトイレに行こうとすんねん。すいません、私川屋に。江戸かお前。川屋言うたらトイレや、トイレ。すいません、私トイレに。漏らしてもてるやんか。あかんねん、漏らしたら。冷静を装ってトイレに行くから。すいません、トイレに。バーって女の子がトイレ行ってる間になこっちはな、もうチェックを済ませるわけよ。すいません、会計チェックで。はい、チェックで。私白の無地ですけど。いや、デザインの話しちゃうねん。シャツのチェックでじゃなくて会計の方。あ、会計。お会計の方は現金でよろしかったでしょうか。どうしたらええねん、俺。現金で言われてる。現金でええわ。現金をアッコにお任せで。怒られるわ、アッコにお任せしたら。俺が払うから。まあね、こうお金を払ったと同時にな、こう彼女がトイレから帰ってくんねん。来てくれてありがとう。あの、すぐ巻くから、ちょっと待ってて。お、後輩とできてるやないか、だから、おい。後輩とできてたらあかんねん。こう彼女がトイレから帰ってくるやろうな、帰ってきたと同時に俺が、じゃあタクシー2台お願いしますって言ったら、女の子の方は、え、もうちょっと一緒にいたかったのに、もうこのまま2人でバイバイになっちゃうのって最終的にポロッとあれを言うねん。今夜は帰りたくない。あなたと。そんなこと言うか。どうも、こんにちは。ランセリです、よろしくどうぞ。はい、どうもありがとうございます。どうも。どうも。よろしくお願いいたしますね。前節でね、はいはい、スパンがいろいろやってくれてまして、はい、いろいろやってましたね。掛け合いなんかもやりながら、はいはい、どなた見に来たんですか、誰のファンですかみたいな聞いてたじゃないですか。はいはいはい、全然俺いなかったね。あ、そう。はい、ほとんど石田さんファンでしたね。あ、まあしゃあないんだ。まあね。いや、まあまあまあ、そうですね。おかしいですね、井上さんの方がね。本来は人気あるはずやったんですけど、うん、なんか、うん、なあなあま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 あ、まあまあね、お忙しい中ね、来ていただきましたので。そもそも母校の近くですからね、僕らね、東淀川高校すぐそこですからね。斜め向かいがね、母校ですから、はい、ね、よくだからこの辺で遊んでましたからね、高校生の時は。そうですね、はい、ファミリーマートでね。ファミリーマートの前でね。あ、ね、ファミリーマートの前で角、はい、バーガーを食べながらね。角バーガー食べながらね。でも分からへんと思うけどね。シャビーを食べながらね。シャビーやったな。シャビーね。レモンが入ってるな。上のレモン、上のレモンな。あ、あったあった。これを誰が食べるみたいなな。あ、あったあった。盛り下がってんな。そらそうやろ。そらそうやろ。誰も共有できへんな、ね。まあそうですか、ね。来ていただきましたので、はいはいはい、応援楽しんで帰っていただけたらなと。あ、よろしくお願いしますね。あの、ちょっといきなり何ですか、何ですか。俺ちょっとやりたいことがあるのよ。おお、何何、土下座。はあ、なんでせなあかんねん、お前。なんでせなあかんねんって、お前やる理由は明確にやるやろ。やること言わんでええわ、お前。絶対にやるべきやぞ。やりたいことがあってやな、ちょっとやっぱ好感度を上げたいなと思うのよね。お気持ちをお察しいたします。なんやおい。
だって今のところお前の好感度でさ、うん、春先のスギ花粉と同じぐらい、だいぶ嫌がれてるやんけお前。同じぐらいやん。いやでも確かに好感度あんま高い方じゃないからさ、好感度上げたいなと思って、はいはいはい、で上げるためにどうしたらいいかなって考えてんけどさ、うんうん、やっぱよく耳にするあの神対応、これが一番やろ。確かにね、お前塩対応やもんな。まあまあどっちかって塩対応やわ。いやいや、どっちかって言うというそんなレベルじゃないやん。はい、だってすごい塩対応やんお前。はあ、お前の塩対応の王は王者の王や、うん、そこまでではないやろ。いやほんまなんですよ、これもう皆さん気をつけてくださいね。ね、こいつね、テレビや SNS ではね、神対応を装ってるんです。装ってるんですけど、実際こう劇場に遊びに来たらもうびっくりするぐらいの塩対応なんですよ。おお、もうこれはもうあれですからね、大手詐欺グループと同じ手が。誰がやおい、誰が詐欺グループじゃ、ね、お前。被害者の皆さん気をつけて、被害者って言うなおい。確かにまあ塩対応な、塩対応と思うわ、はいはい、だからちょっと神対応のなんか勉強したいからさ、はいはいはい、ちょっとお前さ、うん、神対応の見本見してくれや。やるっきゃない。なんやこいつ、うん、お前やってくれんねんな。やりましょうやりましょう。じゃあお前劇場のあの出入り口で待っといてくれ。俺がファンとしてな。俺が出ていく。頼むわ。あー石田さん、まだかな。お疲れしたー。あー、そこから出てきた。え、あーそうそう、ありがとうありがとう。おお、双子生まれてんせん、うん、ありがとうな。おーせやん、めちゃくちゃ可愛いで。おお、やばいやばいやばい。うん、え、どっちに似てるかって。あー石田さん遅いな。どっちに似てるやろな、微妙やね、すげー微妙。うん、もうちょいはっきりしてきたらな、分かると思うねんけどな、うん、だから顔がもうちょっとはっきりしたらまた言うわ。うんうん、オッケー、うん、ほなまたな。お疲れ。あー出てきた。写真見せろでかい。マジで日くれんで写真見んのマジで。うわー、しゃあないな、やばいな。ごめんな、俺65個かけてんねん。ごめんな。フリフリ見て。うわ、かわいい、かわいいな。うわ、かわいい。言ってみ、ほら言ってみ、ちゃちゃちゃ、かわいい。そうそう、ちゃちゃちゃ、かわいい。そう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 、うんうん、なになに。え、頬骨出てなくてよかったな、やかましいわ。いらんこと言わんでね、そういうことはお前。まあでもお前もな、お前早く幸せになるよな。お疲れした。あー出てきた。最後にトイレ行ってこい。早よ出てこいよおい。何ダラダラやってんねんアホお前。そう、出待ちの人はそう思ってんねん。はぁ、早よ出てこいや。何ダラダラやってんねん、そう思ってんねん。わかるか、お前出待ちの人はな、雨にも負けず風にも負けず雪にも夏の暑さにも負けず、ただお前に会いたいが一心でな、出待ちをしていたにもかかわらずの塩対応。こんなもんあれですよね、何日間も砂漠さまよってやっとの思いで人に出会ったと思ったら、その人に口に理屈放り込まれたみたいな。何やその仕打ち。かわいそうにね。こいつ出待ちの人にはね、あのミスター砂漠リッツって言われたことないわ。何や砂漠リッツって、いやそれも分かったから、神対応の見本みたいだけど。あ、そうかそうか、うん、頼むわ。ごめんごめん。あー石田さん、まだかな。お疲れした。あー出てきた。すいません石田さんですよね。すいません、サインもらっていいですか。握手してもらっていいですか。すいません、神対応せえやおい。そう、出待ちの人はそう思ってんねん。何やねん。私は地方出身やからなかなか劇場に遊びに行かれへん。でも頑張ってアルバイトして頑張ってお金を貯めて、やっとの思いで劇場に遊びに行ける。井上さんと握手がしたい、写真が撮りたい。こんなピュアな気持ちを無視しての塩対応。こんなもんあれですよ、フルマラソン頑張って頑張って頑張って走ったのに、ゴール直前に落とし穴掘られてた。何やそれ。だからかわいそう、ようわからん仕打ちは、ね、こいつはね、もう出待ちの人にね、あのみんなからね、これね 42.194 落とし。何やそれおい、変な言葉。じゃあそれええねん、そんなんは神対応の見本見せるってね。あ、そうか、そうや、申し訳ない。あー石田さん、まだかな。お疲れした。あー出てきた。あーお疲れ様です。あーいいですいいです、サインね、はいはいはい、はい、あとなんは、あーはいはいはい、ありがとうございます。はいはい、あ写真っすか。あーいいですよ、全然全然、はいはい、いいですよ、はい。動画かい。動画すな、写真写真写真。え、連射なってる。シャ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 言うてる。すなすな。え、スノーすんの、スノーや。いや全然全然、はいはい。え、顔変えるの、え、入れ替えるの顔、意味ある、嬉しい、そうで、ええの、はいはい、はいはい、オッケー、うん、またあの劇場遊びに来てね。うん、ほなまたお疲れした。すいません石田さんですよね、サインもらっていいですか。あ、すいません忙しいんです。対応せえやおい。何顔見て優劣つけてくれてんねん。そう、出待
町の人はそう思ってね。いや、やったことないねん、そんなこと。ね、こいつは出町の人から出町ソムリエ。なんや、さっきから、お前。でも分かった分かった、出町の人の気持ちはもう分かったから、うん、あの神対応を見せてくれ。あ、神対、その練習したいから。忘れてた。ああ、医者さんまだかな。いらっしゃい。すいません、医者さんですよね。え、熊田正史ですか。間違えるか、お前。なんで石田と熊田間違えんねん。全然ちゃうやないか、お前。変えてるように。石田で出てこんかい、ボケ。ああ、医者さんまだかな。いらっしゃい。すいません、石田さんですよね。え、熊田正史。だからと見せかけてベリ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 石田だよ。なんやこいつ、その変な出てき方せんでからベタな出待ち、それで頼むわ。あー、医者さんまだかな。今日こそ写真撮ってもらえるといいな。友達出待ちいらんねん。シャッターやったら僕切りや。そういうおじさんおるけどやな、おい。石田さんやから裏口から出たんちゃう。ベテラン出待ちもええわ、おい。違う、その出待ちの周りのあるあるを知りたい言うてんちゃうねん。違う、石田の神対応これ見せて。あー、医者さんまだかな。あ、すいません、石田さんですよね。いかにも。サインもらっていいですか。その願い叶えて死んでる。神様感が強いわ。神対応ってそういうことちゃうねん。あの、接しやすい、親しみやすい対応。あー、石田さんまだかな。お疲れ様。すいません、石田さんですよね。お疲れ様。サインもらっていいですか。いや、いいけど、もらって嬉しいか。嬉しいです。おまかいな。ほんなら、宛名書いとこか。名前覚えてくれてるんですか。覚えてるやろ。あ、嬉しいです。じゃあ、さん付けでいい。ちゃん付けでお願いします。ちゃん付け、はい。井上雄介ちゃんへ。俺違うわ、お前。なんで俺がお前のサインもらいに行かなかんの。石田のファンや。あー、石田さんまだかな。よっしゃー。あ、すいません、石田さんですよね。あ、そうですよ。サインもらっていいですか。あ、いいですよ。はい、じゃあこれ熊田正史のサイン。人のサインいらんねん、おい。どこのドイツが人のサインもらいに行くねん。石田のサインくれよ。俺のサインか。そっち行くな、おい。お前そっち行ったら俺また石田さんまだかな言わなあかんくなるやろ、お前。言いたないねん、これ。恥ずかしいねんから。続きからで頼む。あの、サインもらっていいですか。あ、いいですよ。あ、書くもありますよ。じゃあこれで。あ、ありがとうございます。じゃあこれ持っておいてもらっていいですか。はい、すいません。チョコレートで書くの初めてです。ケーキに書かすか、お前。どこのどいつがケーキにサイン書かすね、お前。色紙に書かしてね。色紙に書く。そっち行くな言うてんだよ。行ったら石田さんまだかな言わなあかんやろが。言いたないねん。続きからってか、サインもらっていいですか。あ、いいですよ。はい、じゃあ宛名は。あ、ゆうことお願いします。じゃあゆうこちゃんへと。そうなんや。届くといいな。郵送するなよ、おい。目の前おんねんから手渡しでやってくれや。手渡しで。そっち行くな言うてんだから。行ったら医者さんまだかな言わなあかんやろ、お前。手渡しで頼む。はいはいはい、どうぞ。 ありがとうございます。あ、写真も撮ってもらっていいですか。あ、いいですよ。あ、いいところにあるやん。はい、よかったよかったよかった。しゃー、よいしょ。700円ある。証明写真で撮らへんねん、おい。どこのドイツが証明写真で2人撮んねん。スマホがあるからスマホでお願いします。あ、じゃあちょっとお願いしてきます。はい、すいません、ちょっと写真撮ってもらってもいいですか。すいません。Excuse me. なんで外国人に話しかけんねん、おい。じゃあええねん、そんなん。あの、よかったらシャッター。いや、出てこんでええから、いちいち。無視するな、おい。優しさを無限にするなよ、おい。もうここで自撮りで頼むわ。お願いします。あ、これ自撮り棒ってやつですか。そうなんです。うわ、初めてですわ、これ使う。本当ですか。これ結構伸びるんですね。結構伸びるんですよ、はい。あ、これどんどん伸びる。そうですね。すげえ、すげえ。で、これ押せば。あ、ボタンここです。はい、そうなんや、すごいっすね。うわ、どんだけ伸ばすね、おい。伸ばしすぎやろ、おい。あ、すいません。当たってもてるやんけ、おい。すいません、ビルの窓の清掃中に。めちゃくちゃ伸びてるやん。ビルの清掃まで伸びる。すいません。じゃあ、スッとこの自撮りで頼みます。じゃあ行きましょうか。はい、はい、チーズフォンデュ。変な掛け声。うーの口でみんななるよ。ええの、それで。ね、あ、これめっちゃいい感じで撮れてますわ。うわ、よかったですね。はい、届くといいね。郵送するなよ、だから。なんですぐ郵送したがんねん。もうええよ。でもちょっと次は俺が神対応の練習やらして。やるっけない。なんなん、さっきからやってくれんの。なんだ、ファンの子やってくれ、頼むわ。石田さんまだかな。石田待つなよ。石田のファンやってどうすんの。井上のファンやらんかい。井上さんまだかな。お疲れした。井上さんですよね。あ、そうですけど。次長課長の井上さんまだですか、ね、どっちの井上待ってんねん、お前。何、当たりの方の井上待ってくれてんねん。よ、大外れ。誰が大外れよ、お前。外れ待っとけ。外れまだかな。外れまだかな。どこのドイツがファンが外れまだかな言うの。井上さんや。井上さんまだかな。お疲れした。井上さんですよね。あ、そうですけど。出生おめでとうございます。捕まってへんわ、お前。劇場から出てきてね、分かるやろ。そっち行くな、お前。ねえねん、お前そっち行ってろ、お前。井上さんまだかな。まだ大して言うてんやろ、お前。ええからやって。井上さんまだかな。お疲れした。井上さんですよね。あ、そうですけど。うわ、さっき見てました。すごく面白かったです。ありがとうございます。顔が。バカにしてんのか、お前。そのすごいファンなんですよ。
井上さんの中の部外者、あ、井上さんですよね。あ、そうですけど、すごくファンなんです。ありがとうございます。まだファン歴は浅いんですけど、はい、謝罪会見見てからファンになりました。独特なやつやね。昔からの熱狂的なファン。井上さんまだかな。お疲れ様。井上さんですよね。あ、そうですけど、私すごいファンなんです。ありがとうございます。もうめちゃくちゃ好きなんです、はい、絶対にあいつよりもあいつよりもあいつよりも私好きなんですよ。嫌なやつかおい。比べるないちいち喧嘩をするなおい。まあ仲良くやりましょうよ。切れんなよおい。このおじさん優しい人やね。ちょっとサイン求めてきて。あのサインとかってもらえたりするんですか。あ、全然いいですよ。わあ、じゃあ今度色紙持ってきます。持ってこいやおい。何手ぶらで来てくれてんねん。すいません。なんかどっか柵とかあるやろ。あ、じゃあこのあのメガネのレンズでお願いします。メガネのレンズお願いします。 A のここに書いて、お願いします。え、宛名は、あ、エリちゃんへで。あ、エリちゃんへ、はい、どうぞ。 ありがとうございます、はい、喜びます孫が。おばあちゃん、あんま見たことないやろおばあちゃんの出待ち。ありがとうございます。あの一応私用にもサインとかっていただけます。あ、全然いいですよ。いいですか。はいはい、ありがとうございます。あ、じゃあ、あのこの点滴でお願いします。絶対あかんやろおい。点滴、いや病院抜け出してきてるやんおばあちゃん。揺れてる部分に、点滴の揺れてる部分あかん。他に書くとこあるやろ。あ、じゃあ背中でもいいですか。あ、背中ね、すいません、よろしくお願いします。はい、と。うわ、めちゃくちゃ嬉しいです。もうお風呂入りません。裸なん。え、裸で点滴でおばあちゃんが出待ちしてんの。すげえコアなファンおるやん。ありがとうございます。すげえねこいつ。あの最後に写真撮ってもらってもいいですか。あ、全然いいですよ。本当に最後になる可能性あるんですよ。気使うな。なんか気使うわそんなん言われたら。いいですか。いいです、いいです、いいですか、はい、嬉しいです。すごい。自撮り棒とか使ってるんですか。あ、これ点滴伸ばしてます。何伸ばしてんねんおい。点滴が抜けてもうたやないかおい。スマホでええから。あ、すいません。あ、いいですか。あ、いいですよ。スマホでもいいですか。全然大丈夫です。でも私ちょっと使い方が分からなくて。じゃあ僕が撮りますよ。あ、いいですか、はい、使い方分かります。あ、全然分かります。あの iPhone X なんですけど。ハイテクやなおい。一番の最新版やぞこれ。使います。使います。あ、本当ですか。普通楽々音とかやろお前。いや、あれだったら動画編集できないんで。めちゃめちゃやり込んでるやん、いろんなこと。すみません。なんで動画編集できて写真撮られへんねん。すみません。もう撮ったんやのね。お願いします。はい、いきますよ。はい、チーズフォンデュ。流行ってんのこれ。俺が知らんだけでどっかで流行ってんのこれ。ありがとうございます。はいはい、これ SNS にいいですか。 SNS、 はい、葬式の写真でもいい。そんな略ちゃうねん SNS って。いいですか。いや、葬式の写真に使うのやめて。 あの、なるべく井上さんメインで持ってくるんで。あ、俺が死んだみたいになるやん。俺メインで使ったら俺が死んだみたいになるから。いいやめて。本当ですか。うん、じゃあ動画も撮らせてもらってもいいですかね。あのお孫さんにこの受験頑張れみたいな動画。いや、あの世の主人に。死んでるやん。届かへんで死んでる主人に。いいですか。あの、できたらあのなるべく早くに会いに行きますんで的な。死んでるやん。じゃあ亡くなった主人に会いに行くんだ。俺も死んでるやん。そういうメッセージちょっとすいません、自撮りでお願いします。自撮りでおじいちゃん、なるべく早く会いに行くからね。これなんやこれ。なあ、これなんや。ありがとうございます。すごい嬉しいです。まあでもあの主人は生前嘘とかがすごい嫌いやったんで、あのもしかしたら呪われたらすみません。怖いなあ。怖いこと言うてくんなよ。ちょっとあの動画だけ確認させてもらってもいいですか。確認してください。すみません、はいはい、どうしました。すみません、呪われてます。いや、呪われるかお前。それぐらいで呪われるかお前。完全に呪われてます。いやいや、呪われてない。見てください、この動画。黒い線がうわ。メガネにサイン書いたからやおい。メガネにサイン書くからそんなことなってんねやろが。お前もうええわもう、うん、まあでもこれからも応援してくださいね。皆さんの笑顔が僕の生きがいですから。え、なんか言いました。聞いとけやおい。いや、大事なこと言うてんねん。いや、みんなが笑顔になるためなら、皆さんが幸せになるためなら、どんだけでも笑いもんになりますから。井上さんって神対応なんですね。いやいや、全然そんなことないですよ。まあ神対応の王は王との王ですけど、うん、いやもうええわ。どうも、スキー場に行ったら全く見えない石田です。白いね。よろしくお願いしますね。いや、頑張っていきましょう。今日は関西ですから頑張っていきましょうよ。いやー、見て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 、スーツの下タンクトップ。ええやないか別に。お前はほんまモテようと必死か。お前何がやねん。生きんなってよ。待てや。あ、イキリっていうのはね、あの関西弁であのカッコをつけてる、調子に乗ってる、イライラする、なおかつ気象を合わせる。待てやお前。ちなみにこいつがベストイキリスト。誰が代表作やねん。だってずっと生きってるやん。どこがやねんお前。ずっと生きってるやん。大体俺のどこが生きってんの。ほら、その手とかな。何が俺のどこが生きってんの。そんな風にやってへんわ。何ですか。井上さんあれですか、カッコつけ専門学校でも出たんですか。何やねんそれ。生きり学部ナルシストかですか。芝居たのかお前。ね、何やそれ。いや、ほんまこいつね、ほんまね、もうそこ生きらんでええやろってところまで生きるんでね、ちょっと今日はその話聞いててください。何を言うてんの。ねえ、皆さん、あの古今東西ゲームってやったことあるでしょ。いや、コンパとかでようやるな。古今東西、イエイ、赤いもの、うん、内臓とか。一発目おかしいやろお前。あれやね、普通ポストとか言うな。ありますけど、こいつの場合は古今東西イエイ、女性の瞳より美しいもの、
そんなのねえよ。キザ言うたことない、そんなの。ねえ、あ、どう言うたらね、アルプス一万尺って覚えてます？いや、子供の時やったね。アルプス一万尺って。やったやったやった。ただ、こいつの場合は、アルプス。やったことない、そんな風に。なんで一個決めんねん。あと、数え歌えてね、あの、関西ではね、こうやってね、1、2、3、サンマの尻尾、ゴリラの息子、ナッパ、ハッパ、腐った豆腐って。やったことあるよ、それ。あるでしょ、ただこいつは、1、2、サンフランシスコで、いつしか夢中になった、ハニーに口づけときめいた。かっこいい！え、俺そんなさ、びっくりするでしょ。大人の数え歌やったことないよ。ただもう普段はもっと生きてるからね。待てやろ。熱い夜間触ったりしたら普通の人やったらワッチーってなるでしょ。みんなそうなるやろ。なりますけど、こいつの場合は熱い夜間触った瞬間ワッチー。余裕たっぷりやろ。耳たぶ触るときもワッチー。悩ましい。もうやけどのこともファイヤーダメージって言うわけないやろ。お前なんでそんなちょっとした魔法みたいな言い方せなあかんの。大体な、俺はお前と違ってドン臭くないからやけどなんかせえへんねん。やけどすんのは恋愛だけで十分や。はい、死ね。何がやねん。ねえ、今生きったでしょ、聞きました。やけどするんは恋愛だけで十分じゃ。はぁ、冷たい視線で低温やけどじゃ。何を言うてんねん。ほっかねえ。あと、おしっこ漏れそうなったら普通の人やったらこんなになるでしょ。いや、みんなそうなるやろ。ただこいつの場合はどうなってんねん、それ俺。ねえ、あとおしっこした後男性の方やったら最後にこうやってちょろんちょろんちょろんって。いや、男性はみんなそうするよ。ただこいつの場合はちょろんちょろん。リズム刻まへんわ。なあ、もうおしっこのこともシャイニングビームって言いますから。何のことか分かるんやないか、お前。言うわけないやろな、お前。大体お前レディーが多いのに下ネタとか言うな。レディーレディー。今イライラした人が正常。どういう意味や、お前。何が下ネタ言うな。じゃん、お前顔面下ネタやないか。誰が顔面下ネタじゃん、お前。お前がそんな下ネタみたいな顔面してるからな、お前。俺がこうやってやったら洋式便所に見えるやないか。見えるけどやな、お前。お前白いからリアルやねん、洋式便所が。パカパカすんな、いちいち。何をしてんねん、お前。嫌やろ。大体な、お前がこんな白馬みたいな格好してるから俺が王子様に間違われんねん。ほんまやな。動きと言葉が違う。ほんまや、ほんまや、おい。なあ、でも一応腹立つが、くしゃみ、生きりよるんですわ。くしゃみなんかみんな一緒や。なあ、普通くしゃみした後ね、ハクション、だらボケって言うてまう。おっさんとかおるよ。言うてまうけども、こいつの場合は、ハクション、カフェラテ。おしゃれ。ハクション、ティラミス。待てよ、お前。ハクション、シューアラクライム、ショコラ、バナナ。喋りすぎよ、お前。なんでいちいち俺くしゃみだってそんな甘いもんばっかり言わなあかんねん。甘いは恋人と過ごす時間だけでええねん。ねえ。何してねえ。これはみんなの分。何をしてんねん。みんなの分やるか、拍手してる場合ちゃう。何をしてくれてんねん。言うとくけどな、みんなからもらうんは熱い眼差しだけや。お前からもらうんはすごい苛立ちだけや。何を言うてんねん。だがお願い、ダーツの的にさせて。なんで的にされなあかんねん。みんなの恋の的にはなるけどな。これ墓石のパンフレットやけど。なんで死ななあかんねん、お前。死ぬわけないやろ、お前。まだ見ぬ運命の人が待ってんのに。何やねん。いちいちええねん。なんなん、マジでお前モテようと必死か。何がやねん。必死必殺必殺とか。そんな比較級ないわ、お前。ああ、だいたいな、必死に並んでもお前よりモテるわ。モテるかい、お前。顔の輪郭確定やねん。そんな資格ないやろが、お前。輪郭も体型も全部含めて、あのラストサムライの時のトム・クルーズや。さあ、こら、ラスト勘違い。しばきあげんぞ、こら、お前。青か、お前はただのリアル三等身やねん。誰がじゃ、こら。青か、何がトム・クルーズじゃ。お前は友達おらへん、トム・オラーズ。何やねん、それ、お前。ハリウッド派、バリウッド。しばくぞ、こら、お前、だから。古今東西、イェイ、井上より生きってるやつ。そんなのねえよ。もうええわ。はーい、うとし、うとし、うとしいな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。このパンツかっこいいな。そうなんですよ、そのパンツ結構人気あるんですよ。これ裾の方はブーツカットになってるんですね。はい、ブーツカットですね。こんなん履いたら僕も足長く見えるんちゃいます。そうですね、でもお客さんの場合でしたら裾直しした時にストレートになってしまうかもしれませんね。はーい、うとしい、うとしい、うとしいな。観覧車気持ちいいな。ああ、ええな、観覧車やっぱな。お、見て見て見て、うん、あそこにちっちゃく見える白い家。おお、あれオレンジ。ああそう、おらあれあれあれ、あそこら辺一帯がうちの土地。はーい、うとしうとしうとしいな。朝礼だるいな。昨日見たテレビ、あれめっちゃ面白かったなあ。あそこでああなると思わへんかった。体育の石田ちょ、怒ってるから静かにしよう。し、
はい、みんなが黙るまで2分半かかりました。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。いや、映画館で見る映画って最高やな。え、まさかマジで、あいつが犯人？このパターンね。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。在校生起立、卒業生回れ右。それでは在校生による蛍の光斉唱。蛍の光、窓の雪。はい、うとしい、うとしい、うとしい。お腹痛い、お腹痛い、お腹痛い。トントン、トントン、コンコ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 ン。ガチャ、ここ赤色なってますやん。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。あー、喉乾いたな。あジュースでも飲もうか。あ、俺、俺は甘くなるのもあるでしょ。チャリンチャリンチャリン、ピッ、ガシャン、よいしょ、プシッ。あ、ちょっと待って、10円分だけ飲ましてや。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。古今東西、イエーイ。赤いもの、リンゴ、トマト、唐辛子、血液、ポスト。あからさまに朱色やん。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。はい、なんで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 。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。はい、月組の皆さん、今日は月組のみんなに新しい先生が来てくれました。井上先生です。こんにちは。じゃあ今日は井上先生と一緒にゾウさんを歌いましょうね。さん、はい。ゾウさん、ゾウ、はい、愛しい、愛しい、愛しいな。いや、マジでしんどいわ。大丈夫か、お前。完璧風邪やで。お前、気をつけなあかんで、お前、そんな、お前。絶対、お前、体気をつけなあかん。なあ、お前、気をつけ。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。いや、ほんま、急やってんて。いきなり振られてん。俺に、問題でもあったつって、別にない。なあ、俺に飽きたんかつ、そうじゃない。じゃ、なんでやねん。他に好きな男ができたって、俺こんなに好きやったのに、なんやねん。もう俺明日からどうしたんやねん。鼻毛出てんで。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。ちょ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 、聞いてよ聞いてよ。昨日さ、お前のおかんが全く知らん男と手繋いで歩いてたね。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。ゆうすけ、ゆうすけ、もうなんやねん、おかん。あなたこのジーパン破れとったから、もうアプリケつけといたで。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。はい、あきらくん、お年玉ありがとう。やった、嬉しい、嬉しい。子供は可愛いな。不景気ですな。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。ほんま稽古ムカつく。いや、ほんま稽古最悪や。いや、ほんま信じれん。あんなもん、あんなことしたら絶対あかん。無理無理。ちょっともう犬寄ってこんといてや、気持ち悪い。もう犬嫌いやねんって。もうよだれが服につくやんか。やめて、犬こんといて、こんといてや。飼い主結構イケメンや。かわいい。はい、うとしい、うとしい、うとしいな。井上さん、すいません、あの写真撮らせていただきます。すいません、いきますよ。はい、チーズ、カシャ。はい、チーズ、カシャ。はい、チーズ。はい、落とし、落とし、落とし、いいの。はい、井上さん、落とし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 、はい、落とし。それでは、デイオブザレジェンドさんによるフォーエバーメモリーズです。今君は何？はい、うとしい、うとしい。どうも、先生です。
何ですか何ですか。知り合いの女の子がカフェをオープンするっつって開店祝いに花送ってくれって言われたよ。おあれや、新しいお店の真ん前にでっかい花飾って、うん、あの芸能人の名前書いてある。せやせや。あれやるやってくれって言われた。どういうつもりなの。何がやねん。あごめんごめん、何様のつもりなの。何があかんねん。いやしてくれって頼まれねえからええやろ。いやいや、あれは芸能人がやるから開店祝いになんねん。お前みたいなやつがやったらお前開店呪いやろ。そうはならんやろお前。誰がやっても回転祝いは回転祝いやろ。あかんよお前、日本で一番嫌われてる。誰がやこのお前。そんなやつから花送られても。してくれって言われたからな。ちょっとしたいねんけど、やったことがないかわからんねん。あーそうな、うん、あじゃあ俺が教えてあげるわ、うん、俺があのお花のコールセンターにおるから電話しておいで。あ電話したよね。うん、プルプル。ありがとうございます。お花のことならお任せあれ。北は北海道から南は沖縄まで全国どこにでも花を咲かせます。現代の花咲かじいさんことお花エンジェルですの CM でおなじみのお花エンジェルです。長ないちょっと。そんな長々喋んの。クレーマーですか。いやクレームじゃないねんけどさ、もう練習やからそこ短めでええわ。マニュアル短めで頼むわ。プルプル石田です。バカかお前。誰がお前の名前言うねん。偽の名前。花地獄です。名前が良くないな。お花エンジェルで行こう。お花エンジェルです。すいません、花送りたいんですけど。あそれでしたらインターネットでのご注文が便利ですけど。対応せえやおい。電話かけてんねんぞおい。ちなみにこちらの電話番号はどちらでお調べになりましたか。まあインターネットで。でしたらそのままそのサイトから。対応してよ。電話かけてんから。困りました。それではしぶしぶお受けいたします。言うなそういうこと。それではご依頼主様のお名前の方をお願いいたします。あ井上雄介で。井上ブースケ様ですね。違いますよ。もしもし。はいはい、もしもし、ブースケ様。名前にブスって入ってますから。はい、ブースケ様ですよね。雄介。ブースケ様ですね。なんでそうなんの。雄介。雄介改めブースケ様ですね。改めないで。一回答え通り過ぎたから。井上雄介様で。それで、それでは漢字の方をお願いいたします。井戸の井、上下の上、余裕の湯に介護の介で。かしこまりました。それでは漢字の方を確認させていただきます、はいはい。井戸の道に上下の下、余裕のように介護の語で。全部逆やわおい。土下予防さんでよろしいですか。土下予防。土下予防さん。もしもし。もしもし土下予防さん。土下予防じゃないんです。どちら様ですか。だから井上なんですけれども。土下予防さんに代わっていただいてもよろしいでしょうか。誰ですか土下予防さんって。私土下予防様とお取引しておりまして。井上です。あ井上土下予防様です。でもないんです。はい、聞いたことあります。土下予防っていう名前。あ井上雄介様です、ね、それでお願いします。ません。それでは送り先のお名前の方お願いいたします、カフェキュートで。カフェキュート、うん。それではですね、送り先の電話番号の方お願いいたします。090のほにゃ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 。お客様ほにゃほにゃと言われました。わかるやろお前。とりあえずほにゃほにゃと言ってみたんですけど、パソコンに赤字でエラーが出る。そうなるやろ。初めての体験。誰がここでリアルな電話番号言うねんお前、はい、言った手でええねん。あ言った手ですか。それでは電話番号の方確認させていただきます。超やる気ゼロなんですけどのゼロ。それいる。そのゼロの確認ええと思うわ。いいですか、うん。それでは送り先のご住所の方お願いいたします。東京都新宿区○○○のペケ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 。かしこまりました。それではご住所の方確認させていただきます、はいはい。東京都世田谷区密集区。俺のリアルな住所言ってるやねんお前。テレビやぞこれお前。黒いマンション1棟しかないねん。未熟には黒いマンション1棟しかないや。さっと言って。かしこまりました。それではですね、メッセージカードの方のメッセージの方お願いいたします。ゆりちゃんへ。ゆりちゃんへ。開店おめでとう。開店おめでとう。今度お店行くね。今度お店行くね。君のハートを奪いにね。吐くなよおい。何を入ってくれてんのおい。ああパソコンが偉い。蛇腹状にはないねおい。何してんねんおい。撃てやはよ。君のハートボなんだこのかゆみは。お客様申し訳ございません、はいはい、私お客様アレルギー。なんやそれ。聞いたことないわ。撃てよ、はい。君のハートを奪いにね。でかっこ笑い。かっこ悪い。悪口出たぞ。もうありがとう。どうもーどうも。なんちゃいです。なんちゃいです。よろしくどうぞ。どうぞよろしくどうぞ。ありがとうございますね。鳴り止まない拍手ありがとうございます。鳴り止みました。はい、ありがとうございます。いきなりだけどさ、もう俺らもないで学生時代とかさ、はいはい、いろんな一緒にバイトやってん。まあいろんなバイトしてきましたよ、まあ、ね、あのカフェでバイトしたりとか、はいはいはい、スーパーでバイトしたり、居酒屋なんかでもバイトしたり、はい、やりましたね、うん、あと電話でねピザの注文受けたりね、あのピザを釜で焼いたりね、 あと原付でピザ配達したりね、うん、全部ピザや。全ピザやわ。いろいろやりまして、まあ、あと僕個人としましては、うん、あのマイナス30度の冷凍庫の中で段ボール箱潰したり、うん、あと葬式であの親戚のふりして号泣するバイトしたり、うん、あとはそうですね、あの香りのなくなった松茸に注射器で松茸エキスを注入するバイトやったり、うん、独特のバイトやねお前。
最後に関しては犯罪集えぐいぞお前は。いろいろやりましたけど、まあいろんなバイトやってきたな、ほんまに、はいはい、やりましたけど、僕一番やりたいアルバイトあったんですよ。あ、そうなん。でも勇気が出なくてできなかったんですよ。あ、何よ。あの全国チェーンコンビニエンスストアのレジスター係、うん、えらいはっきり言うな。やっぱりやりたいフル名称であんま言わへんでそれお前。え、コンビニのレジでええやろお前。いやいや、なんで略すねんコンビニって短くしたんだよ。いやいや、そういうことやん。途中で止めんねんお前。いや、見りゃコンビニ言うてるがなお前。嫌 やろお前、漫才師のこと漫才って言うの。嫌やけどやな。違うやな。ですよね、だって薬剤師やったら薬剤話変わってくるやろお前ら。画家やったら画やから、ね、虫やないかええねんコンビニはコンビニで。いやいや、コンビニエンスストアのレジスター係やってみたい。いやでも俺なんかやったことあるけどさ、うん、コンビニの店なんかまあ言うたら悪いけど、うん、誰でもできるで。いや誰でもはできひん。ほんまか。それ絶対むずい、うん、だから今日俺ちょっと挑戦してみるから、うん、もしもうまいことできたら、うん、今後俺のことを石谷エンスストアって呼んで。どうなりたいの。頼む。石谷エンスストアっていいの。石谷エンスストアと呼んでください。あ、まあ逆に俺呼びたいから、じゃあ手伝うわ。うん、じゃあ俺はね、いろんなお客さんとなって、おうおう、あ、行ったるから対応してみ。お断りいたします。やれや。お前がやりたい言うたから手伝い言うてんねん。いいの。ええよ、ありがとう。頼むわ。じゃあウィン、休憩入ります。何してんねん。客来てるやろ。おい、すいません、何かしらの防衛本能がありました。どういうことや。おい、すいません。ええからちゃんと対応して。ウィン、いらっしゃいませ。お客様、急にウィーンと言われましても。自動扉や。なぜゆえウィーン。両手で自動扉を表すという漫才師の高等テクニック使ってんねん。高等ではないと思う。ええねん、いちいちちゃんとやって頼むわ。ウィーン、いらっしゃいませ。お客様、エッチな方はあちらでございます。偏見がすごいなお前は。あちらで。そんなもん求めてないから頼むわ、はい、あ、このお弁当ください。あ、かしこまりました。こちらのお弁当1点ですね。あれ、ちょっとすいません、調子悪いみたいで、あ、すいません、ヒゲ剃りでした。何と間違ってんねんお前。申し訳ございません、こちらでした。あ、すいません、カブトムシでした。なんでそんなもんあんねん、レジ回りに。ほら、よしお、あっち行ってきなさい。名前つけてるやん。すいません、私買ってまして。買ってんの。ほら、よしお、今度来たらレンジでチンするよ。怖すぎるやろお前。やめたれよ、そんなことすんの。さい、どうなってんねん、レジ回り。じゃあこちらのお弁当温めますか。温めてください。かしこまりまして、失礼します。人肌。いや、レンジでチンしてよ、そこは。気持ちの悪い。よろしいですか、うん。それではですね、あのお箸の方どうしましょうか。一本ください。一本で大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。え、つかめませんけど。いや、わかるやろお前、はい、あれ一本で二本でええねん、そこは。あ、一全でよろしい。めんどくさいね。いや、一全でええわ。一全でよろしいですか。かしこまりました。あとタバコもらっていいですか。あ、メンソールでよかったら。お前のん違うねん。後ろの棚にあるやつに決まってるやろ。どちらになさいますか。あの、マイルドセブンで。あ、ルドブンですね。変な略し方すんなおい。ルドブン、もう何でもええわ。もうじゃあそれで頼むわ。ルドブンでよろしいですか。あ、まあそれでええよ。いやいや、そもそも、もうマイルドセブンありませんから。知らんわおい。俺タバコ吸わへんから。もう今メビウスに行きます。知らん知らん知らん。ビューでいきましょう。いや、ビューやないね。種類は何でもええけど。よろしいですか。もう何でもええわ。うちのタバコを何本お付けいたしましょうか。何本という。1本決まったんね、これはもう。はい、タバコ。タバコにないね。 お箸どうしましょうか。いるわけないやろ。食べんのかこっちお前。お箸いらん。タバコに箸なんか。お箸いりませんか。いらんわ。かしこまりました。それではTポイントカードの方お持ちですか。あ、はい、どうぞ。すいません、当店お取り扱いできないんです。なんで聞いたんや。申し訳ございません。それではお会計の方がですね、1180円になりますね。はい、どうぞ。はい、財布ごとお預かりいたします。バカなんか俺。1万円渡してるに決まってるやろお前。てか、ちゃんとやる気ないよね。まあ、ないに等しいです。いやいや、ないやん。まあ、そう言われたらないような気がしないこともないです。あ、そう、周りくどい言い方やめて。ないやろって。じゃあない方向で。なんやこいつ。なんで若干ある感じ含ましてんねん。じゃあお前がやりたいやつとか俺手伝ってんねん。やる気あんのか。ないと言ったら嘘になる。はっきり言えやだから。おい、じゃああんのかって。あると思ってもらって問題ないです。じゃあ、あるかないかで言え。あるかないかで言ったらあるが優勢。すっと言えよお前。なんやねんその回りくどい言い方。あんねんな、ま、だちゃんとやれよ、手伝ってんねんから。頼むぞ。ウィン、いらっしゃいませ。すいません、お客様、はいはい、鏡見るなら家でやってもらう。頭おかしいんじゃん。なんだろ、コンビニで鏡見てんねん。雑誌や雑誌。てか見たことあんのか、コンビニでお前鏡見てるやつ。ないにニアリーイコール。ないやろ。ちょっとある感じ含ましてくんな。もうや、ちょっとあの万引き犯だ、万引き犯。
ウィーン、いらっしゃいませ、またのお越しを。止めろよ、盗まれてるやろ、ちゃんと止めんかい。ウィーン、いらっしゃいませ。あー、キミキミキミ、やったね。あ、いやいやいや、君やったね、はいはい、やったね、はい、はい、ちょっと待って、これも完全にこれですからね。 あの、今朝に電話だけは。万引きされたな。つぶやくな。いいよ、もう帰っていいよ。おい、いいよ。普通警察に電話やろうが。あ、もうこれ警察に電話するから。ちょっとそれは、あ、すいません、警察ですか。すいません、また万引きされました。はい、ノンスタイルの井上です。俺違うわ。これで10回目ですよ。上司はやろ。つけまつげです。何盗んでんねん。見たことあんのか、俺がつけまつげつけてるところ。泣きにしもあらず。何言うてんの。なんでちょっとある感じを組ましてんのよ。やれよ、お前がやりたいとか手伝ってんのか。やります、頼むぞ。やります。すいません、トリ借りていいですか。ああ、いいですよ。その代わりお風呂借りてもいいですか。絶対ええわけないやろ、お前。ちゃんとやって。やります。動くな、強盗や。ああ、父さん、やめよ。もうやる気ないやん。あります。あんねんな、もう最後やぞ。あります。ああ、すいません、この弁当の中にあの虫入ってたんですけど。よしお、さっきのカブトムシやないか。おい、本当に申し訳ございません。そしておめでとうございます。何がめでたいねん。あなたはお弁当に虫が入ってた記念すべき1000人目のお客様です。どんなコンビニやって。もうええわ。どうもありがとうございました。どうもー、お願いします。ちょっといきなりやけどさ、俺とね、一つね、分かったことがあるね。おー、何がに、あのみんなのアイドルにはなられへんの。違う違う違う、そういうことじゃない。いやいや、俺が、うん、結婚できない理由や。おお、なかなか悲しい漫才の始まりやな。何がよ。ええー、いやいや、この緊急事態宣言の時にな、はいはいはい、俺が結婚できない理由をいろいろ考えたんや。そっちの方が緊急事態やったやろ。誰がよ。えらい緊急事態やったやろ。考えた結果や、まあ、外見であったり内面であったり他いろんな要素があるわな。その要素を含めて俺が結婚できない理由が分かりました。おお、あ、そう。なんなんそのお前の結婚できん理由。お前や、お前、俺、ああ、お前や、お前、お前の結婚できへん理由俺なん。ああ、俺のことメンヘラの浮気相手思ってるか。誰がやこれ。大丈夫よ、俺、お前が結婚しても何もいい。違うがな、お前がこう漫才とかな、うん、テレビとかでやな、俺のことをなんか悪く言うたりして評価を著しく下げてるやろ。それで結婚できてんの、お前が原因じゃん。おいおい、世界最高峰の言いがかりやん。誰がよ。実際にそうやろかい。いや、違うやろ。なんでやねん。必死やん顔。当たり前やろかい。違うでしょ。だから今回この漫才では俺のことを褒めて褒めて褒めまくれ。生き地獄やんけ、お前。生き地獄じゃ、そんなの。今まで20年間こう下げてきてんねん、お前が俺のこと。下げてはあげろ。トスあげんかい、バカだれ。ええとこ言え。ええとこ言え。ええとこ言わなあ。まあお前のええとこな、うーん、まあ強いて言うなら歯並び。歯並び以外や。お前歯並びしか言うてん。お前よくこの20年間雑誌とかのインタビューで相方さんの好きなところは歯並び、この一本刀で取り切れたな。お前すごいぞ、お前。そんなん言い出したらお前だってそうやんけ。相方のいいところはいて真面目の一本刀で来たやんけ。真面目はええがな。何がええねん、そんなもん。この不倫がはびこる時代、真面目って言われたらな、女子の評価グーンって上がるやん。そんなん言い出したらお前、この歯の矯正がはびこる時代、歯並びって言ったらお前、歯科衛生士からの株がグーン。ピンポイントすぎるやろ、お前。ええやないか。なんで俺その千枚千枚やな、いかなあかんねん。ええやんけ、それで。幅広く多岐にわたって褒めろ。俺が褒めてなんとかなんのかい。褒めたら俺が結婚に近づくやろうがい。まあまあまあ、配信も見てる人もいるしな。褒めろ。顔が見てて飽きない。いじってるやん。いじってる、めちゃくちゃいじってるやん。いじってない、褒めてるやん。いや、あかんやろ、もう却下や却下。見てて飽きない、でもめっちゃいじってるやん。今下げたやん、また下げてない、上げてるやん。なスタイルがキュート。いじってるやん。めちゃんこいじってるやん。いじってない、めちゃくちゃ可愛いやん。どこがやねん、お前。どこがやねんって、お前が一番いじってるやんけ、自分を。どっからどう見てこのスタイル可愛いやん。いじりすぎやって。いじりすぎ。めちゃくちゃムッチリしてんねんぞ、お前。可愛いわけないよ。いじりすぎや。言ってないもん、そんな。いじってるやん、却下やん。笑顔が
ジャンボシューマイみたいな。却下や。シューマイでええやん。なんでジャンボにすんの。褒めてんねん。褒めてへんやん。シューマイやったら普通やん。ジャンボやから。スモールシューマイでもあかんわ。シューマイに似てる人見て、ああ、結婚したいな、思うか。おい。いじってるやん。めちゃんこ。めちゃくちゃポジティブ、うん、無駄に。それやそれやそれや。お前無意識でな、うん、あの俺のことを一言で陥れんねん。お前やってんねん。無意識で自動陥れ機能が作動してんねん。何やそれ。何じゃその機能。やってるからお前は。やってないって。あかん。褒めろっつってんだ。俺が結婚に近づくためのアシストせえよ。リアルね。あ、リアルなやつや。もう冗談抜きで、ああマジで褒める、でもほんまにリアルに言うとやっぱりお前がやっぱ一番輝くっていうのはやっぱりお笑いやと。あ、却下やわ。なんでやねん。どうせあれやろ、生き様がお笑いやろ。言ってないやん。あ、言ってる聞いたことある。言ってないやん。聞いたことある。いや言ってない。昔言ってた。言ってないです。いやマジで。でツッコミすごいやんね。車の方やろ。知ってるな。またいじってるやん。あ、またいじってる。あ、また下げてる。あ、自動落とし入れ機能は出てる。あ、出てる。あ、自動落とし入れ機能がカチッて言われてる。褒めてない。褒めてない。褒めてない。ツッコミほんまにうまいやんね。思ってない。ツッコミうまいし、やっぱツッコんでるね、井上さんの姿が一番かっこいいってみんな思ってるから。いや、そんなことない。絶対思ってない。思ってる。いや、だからほんま、やっぱツッコミを見せるべきやね。どん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 。そんな悪態ついてるとことかみんな見たくない。お前のツッコミが見たい。うん、だから今日はさ、うん、なお前の一番輝けるそのツッコミいっぱい見せたいから、うん、な俺がいっぱいボケる漫才やろ。騙されてないか。なんでやねん。ちゃうよ、お前のいいところ見せたいからやんねんで。ほんまか。俺全然やりたくない。もうやりたくない。全然やりたくない。俺のためやな。お前のためや。あ、それやったら結婚に近づくねんな。近づけば、あ、みんなかっこいいなってなるから。ほんなら分かった、やるよ。よし、じゃあ俺がコンビニの店員やるから、うんうん、だからお前は普通にお客さんとしてやってきて。客で行ったらいいんかな。ウィーン、いらっしゃいませ。応援なんかおい。めちゃくちゃ鬱陶しいやんおい。お客様ウィーンと言いながらご来店。頭おかしいんか俺。自動扉に決まってるやろかおい。こんにちは。付き添うなおい。コンビニでも付き添うシステムちゃうからおい。こんにちは。ええねいちいち。お一人様ですか。当たり前やろお前。コンビニ一人で来てんねんな。温めましょうか。何をや。まだ何にも凍てんねん。なんハートをか。ハートを温めてくれんのか。おもろいこと言いますね。何やこいつ。はい、結婚近づいてる。はい、これね近づいてるよ。もうみんな思ってるよ。うわー、やっぱツッコむ姿の井上さんかっこいい。すごい的確。声荒げてる。いつもよりも声荒げてる。かっこいいって思ってる。なってます。客アホやんそんな。めちゃくちゃかっこいいってなってる。ほんまか。続けたら大丈夫やから。続けたら。あ、ええね。今日は何かお探しですか。あのお弁当と飲み物と雑誌を、はいはい、あ、かしこまりました。じゃあ雑誌コーナーこちらになりますので。あ、はいはい。雑誌結構読むんですか。まあ好きなんで結構読みますね。あ、そうなんですか。はい。どんな雑誌読むんですか。あ、まあまあいろいろ読みますけど、まああの、はい、全誌結構読んでます。週刊誌は。全誌読んでるんですか。まあ好きなんで。全部ですか。はい。暇なんですね。あ、そういうことじゃないんですよ。暇とかじゃないんですけど好きなんでね。はいはい。いや、まあ好きなだけでは読めないですよ。暇じゃないと。あ、暇じゃないんです。まあまあ忙しいんですけどね。そうなんですね。なんかあのおすすめの雑誌とかってあります。あ、まあいろいろありますけど、あの、はい、漫画とか読みます。あ、漫画ですか。はい。漫画で言うと、そうですね、好きか嫌いかで言うと、うん、普通ですかね。あ、好きか嫌いかで言わないタイプや。はい。珍しいタイプですね。そうですね、あの文字を読むことっていうことに関して言うと、うん、まあ嫌いですかね。うん、じゃあ読まないですね。じゃあ読まない方だ。まあ確かにそう言われるとそうですね。うん、今までもね、なんかあの雑誌ね、あの、はい、勧められたことあるんですけど、はいはい、今まで一回も読んでないという実績はあります。あ、そうですか。はい。話しかけないでもらっていいですか。そうですね。絶対その方がいいですよね。あ、こちらクーポンなんですよ。これいつ着くねん、おい。おい、ぐる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 回ってるけど、はい、雑誌コーナーいつ着くねん。あ、雑誌コーナーでした。あのスタート地点のこちらになります。なんで歩かしたんや、おい。何やってん今の時間。もう今の時間は、まあ、井上裕介のアピールタイムです、ね、どこがやねん、おい。井上裕介のアピールタイムというよりかは石田明の自由時間やねん。違うよ。もうみんな思ってたで。うわー、井上さんコントの設定に入ったまま突っ込んではる。タメ口じゃない敬語や。ちゃんと店員さんという対応をしながら突っ込んではる。かっこいい。素敵。そんなんできんねや。使い分けてる。漫才の時は普通にタメ口で石田さんに向けてパーンって突っ込んでるけど、これはコントやから店員さんに向けて敬語な感じで弱めに突っ込んではるってなってるから。手を持てんの皆が。
の一年見てそんなこと思ってんの？みんなうわすごい。そんなこと考えるぐらいなら笑え。シンプルにすごいテクニックやなってみんな思ってるよ。お前それでお前何よりもやで、ね、な、これは井上裕介のアピールタイムじゃない石田明の自由時間やっていうツッコミ、これによって2021年の結婚が確定しました。どういう査定やそれ。おい、しっくりこうへんから。素晴らしい。なぜ客が石田側やねん。着々と結婚に向かってますから行きましょう。まかいな。続き行きましょう。ほんでもじゃあ弁当と飲み物と雑誌買うとこな。はいはいはい、あすいませんこれください。あ、かしこまりました、はい、じゃあレジこちらになります。歩くな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 、歩いたらまたぐるぐる回るやろかい。もうここはレジでいいから。かしこまりました、じゃあ失礼します。ピッ、お弁当が1点、はい、ピッ、お茶が1点、ピッ、少年ジャンプが10点。なんで同じもん10個買ってんの。合計で12点になります。いくらか言えや。なんで買った品数だけ言うねん。値段言わんかい。お会計の方3500円になります。じゃあスイカで。はい、お預かりいたします。ピッ。つけてんのここに読み取り機。埋め込んでおります。怖っ。アンドロイドもやってるやん。あの、 Tポイントカードございましたら。あ、持ってますよ。持ってるんですか。はい、へえ、私持ってないんです。お弁当あったら。なんで聞いたんよ。Tポイントカード。お弁当あったんですか。あ、じゃあ温めてください。かしこまりました、じゃあ失礼しますね。しゃ、炒めんの。しゃ、嘘やろ。斬新な温め方。お、全部混ざってるこれ。すごいダイナミックチャーハンのやり方してる。味変してる。俺がこうだもん。味変してもってるやん。エッセンス加わってる。すごい。漬物をどうしますか。ミディアムレアで言うてる場合か。何を言うてんねんこれ。トリカさん、あ、今の、ミディアムレアでの乗りツッコミによってですね、結婚が5年先になりました。やかましいわ。どうもどうもです。お願いします。あの、いきなり何ですか。俺ちょっとええ年したおっさんがこんなこと言うのもあれねんけど、おうおう、ドラえもんの道具ってええなと思うねんな。おお、なかなかきつめな会話やな。何やお前。ああそうか。いやいや、自分でもちょっときついこと言うてるなってのは分かってる。いやいや、お前が思ってる以上にきついで。どういうことや。ドライブスルーに一輪車で来るおっさんぐらいきつい。やばいやつやんけ。見たことないぞそんなきついと。いや、そうやけどやっぱり見てたらさ、ドラえもんの道具欲しいなと思うやんか。ちなみに何が欲しいねんな。まあやっぱり4次元ポケットがいい。ああ、あれや、ドラえもんのここについてる収納能力えげつないポケットな。あれがあったらええやんか。あれか。やっぱ仕事からさ、こうなんていうの、荷物も多いし泊まりも多いわけやんか、うんうん、ほんならこう手ぶらでも行けるし便利でええやん。ああ、オッケー、お前の言い分はよう分かったわ。ところでさ、その4次元ポケットどこにつける予定なん。はあ。うん、どこにつけたかなと思って。いや、どこでもええやん、うん、子供が言ってたら全然どこでもええねんけど、ええー、おっさんが言ってるから。何やこいつ。腹立つな。どこにつけんのかな思ってね。そんなもんは4次元ポケットなんか払って決まってるやないか。ここにつけんの。そうや。ああそう、じゃあタンクトップでもここ、そうや、スーツでもここ、そうや、革のロングコートでもここ、そうや。歴史を変えるダサさやな。どんなダサさやな。何やそれ。変やぞ。何変やねん。エクボにずっとコーヒー豆挟まってるぐらい変やぞ。見たことないよそんなやつ。変やぞ。わかった。ほんなら腹に直接貼ってその上から服着るわ。ポケットの存在意義は。何がええねん、お前。ポケットというのは外についてるから中身が取り出しやすくて便利やねん。逆に中につけんの。いや、お前がギャーギャー言うからやろ。ああ、そう。じゃあお支払いの時もこうやって手突っ込んで払うの。そうや。ああ、そう。コンビニでもこうやって払って。そうや。好きな人とデートする時もこうやって払う。そうや。振られんで。決めつけんねん。わかんねえやろ、こんなもん。それでなくても振られやすそうな顔してねんから。こんな顔や、お前。わかった。ほんならもうな、財布だけ後ろのポケットに入れといてやるわ。後ろのポケットに入れる。ああ、じゃあ携帯だ。携帯ブルーってなったらお前こうやって出るんか。もう一個の後ろのポケットや。じゃあお前スイカはお前電車乗るときこうか、お前。ピッ、これお前。ピッと乗るんだ。お前のポケットに入れとくから。じゃあ音楽聴くときはお前イヤホンこっから出てきてこうやって聴くんか。もう一個の前へ。四次元ポケット使えや。いや、怒られてんじゃん。ええやないか、別の前や、お前。そこまで言うんで4次元ポケットもうええわ。いらんの。あ、タケコプターにするわ。タケコプターってあれここにつけてビャー飛んでくやつな。そうそうそう。あれがあったらな、自分のマンションとかに帰ってな、こうエレベーターが止まってるなってなっても、うん、タケコプターつけてベランダ側からビューって上がって自分の家帰れるよ。おお前さ、親に大金払ってもらってまで大学通ったのに、タケコプターのここの粘着力信用できんねん。嫌な言い方すんなよお前。何やねんその言い方。あれはな、一点で全体重を支えてくれる夢のある道具なんや。お前体重何キロ ?65 や。その65キログラムを一点で支えて浮かび上がらせれんねんで。頭皮めくれ上がんぞ。何の心配やろ。あれがそんなリアルなこと考えるんや。ほな、帽子かぶるやん。お前アホなんかお前。帽子かぶってタケコプターつけたら帽子だけ飛んでくよ。帽子バイバーイやん。で、ヘルメットかぶって首んとこでカチャってやるわ。死ぬで。何がええねん、お前。
ヘルメットのこの紐のとこをこうビューって伸ばしてな。伸びる伸びるそんなに伸びるあれ。こう伸ばしてこの下のとこでカチャってやって、こうブランコみたいに上がってくるみたいに。こうやって上がってくるの。ずっとやろかよ。お前家の中の人パニックやぞ。何でやねん。なよなよなよ、入ってくない覗き魔かみたいな。いや覗き魔よ。じゃあ覗き魔って思われへんように目隠しするやん。自分の家分かれへんやん今日。何がしたいねんお前。そこは噛んでいくやん。まあまあの確率で不法侵入じゃねえかお前。やお前やばいぞお前それお前。もうじゃあタケコブタはもうええわ、うん、諦めるわ。やっぱスモールライトや。スモールライトなんかね、ライト当てたらちっちゃくなるよね。そうそう、あれがあったらなんか人も小さくできるから、例えばな、俺がホテルでな、一流女優とこいるところ写真撮られそうになって入ってこへん入ってこへん。何がやねん入ってこへんわお前。何が入ってこへん。スモールライトよりもお前リアリティのない話ぶち込んでくる。誰がリアリティないねんお前。そこは女優と付き合わせろや。無理やお前、100歩譲っても秋竹城譲りすぎやろお前。そこは譲らんなあかんじゃん。無理やって。ここは石原さとみで頼むわ。いや石原で言うたら限界が吉住。おっさんやねんか。何だろう、嘘と付き合わなあかん。リアリティがないねん。ほなお前どうすんねん。俺やったらこのスモールライトを井上に当てるよ。ビャーっと井上に当ててビューってどんどんちっちゃくして、これぐらいまでしてビャー言うて、ちょっとね、うん、世の中で信用できひん言葉ってあんのよ。ああ、はいはい、ぶつかったことに気づかへんかった。違う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 、それは信用していい言葉。あの一言ですよ。あ、違います、もっと違う言葉なんですよ。あ、違う。あの、よう使う人もおると思うけどさ、はいはい、行けたら行くっていう言葉。あ、はいはいはい、はい、絶対こうへんやん。いやまあそうやけど、あれはなんかね、空気悪くならんように言うてんねん。気持ちはものすごい分かんねんけど、はいはい、もうそれやったら正直に言ってくれた方が、ごめん無理やねんって言おうが、うん、なんか心地よかったりもするやんか。いやいや、正直に言われたら後悔すんの。いやいや、正直に言ってくれた方がいいって。辛いで。何が。あ、ほな分かった。ほな、俺が今やってあげるから、普通に言ってあげるから、うん、じゃあお前その結婚式誘ってこい。俺がお前を、うん、誘ってきて。あ、分かった、うん、お疲れー。おいしょ、うん、あの、今度結婚式やんねんけど来てくれへん。おお、行けても行かへん。最低かお前。ええわけないやろそんなん。どうよ、嫌やろ。いや種類がちゃうねん。また行けたら行くの逆へ、行けても行かへん。いやいや、もっと嫌やろそれ。行けても行かへん。いや行けても行かへんわかんやもん。ほらが行けたら行くの方がまだ。いやいや、あの種類がちゃうから。そういうこと言ってんちゃうの。まだ心救われますよね、行けたら行くわの方が。そもそもなんで俺の結婚式こうへん前提で喋ってんの。なんや愛想悪い。そういうこと言うてんちゃうねん。あとあれもそうや、ここだけの話みたいなの言うやん。 あ、はいはい、あれも絶対広がるやんか。いや、ここだけの話って言ってるからまだ収まり聞いてる。収まってないって。いやいや、ここだけの話の方がまだ絶対いいって。いやいや、そんなことないって。例えばここだけの話、井上が書いてるブログって100人も読んでないらしいで。いやいやねん、それもよりもさ、ね、もうあらゆる SNS で拡散希望やねんけど、井上のブログって100人も読んでない。やめてくれよお前は。ね、どっちが嫌やねん。どっちも嫌やねん。内容物が嫌やから。何やねん。じゃあ、あとお前よう使うやろ、あのいい意味でみたいな。あ、はいはい、いや、いじってるだけで全然いい意味ちゃうから。いや、いい意味で言ってますよ。いやいや、めちゃくちゃいじってる。いやいや、ほんま井上さんってね、いい意味でガサツやし、いい意味で私服終わってるし、いい意味で嫌われてます。すごい悪口言うてるで。じゃ全然いい意味ちゃうのよ。 いい意味でって言ってるからすごいポジティブに入るやん。いや入らへんねん別に。これいい意味で取ったら嫌やで。マジで井上がさつやし、マジで井上私服終わってるし、マジで井上嫌われてる。お前喧嘩やぞ。喧嘩やるぞ。いや、そうなるでっていうね。いい意味では100歩譲ろう。こっちの方がよかったやろ。ああ、それは100歩譲ろう。そうやから、それは。あれもそうや、あの、ね、女の子とか言うやろ、あの、怒らんから言うて絶対怒るやん。いや怒らへん。怒るやん。怒んないですよね。いやほら、怒らんから言うてみ。ほら、もういいって。怒らんから言うてみ。じゃ言わへん。怒らんから言うてみ、俺のいいところ。怒らへんやろそれはお前。誰がよお前、ええとこ言って怒らんねん。ちげえ、怒らんから言うてんってのはなんかマイナスなことに対して言うやろうが。そうやけど、でも怒らんから言うてんって言うてるからこそまだ言えんねん。いや、無理や。確かに喧嘩になるかもしらへんけど、これでコミュニケーション深まってんねん。いや、そんなことないって。怒らんから言うてみの方がまだええって。いや、ええことない。こんなん言われたら嫌やで。お前ほら言うてみ。言わへん。俺のあかんところムカついてるとこ言うてみ。言わへん。言うてみて、息の根止めへんから。何するつもりやお前。その一歩手前までやる感じで喋ってくんなよお前は。違うな。どれ一番嫌いなんかあれや。ごめん寝てた。あー、あの県民省のミノモンタさんね。あれほんまに寝てんねん。
あれごめんとかちゃうねん。ガチね。あ、美濃さんに関してはもうごめんって謝ることすらないからいや、そんなこと言ってんじゃん。ちこの前もあったんや。何、あの夜7時ぐらいにな、 LINE で女の子に飲みに行かへんってこう言ったんや。お、返事が全然こうへんわけよ。で次の日のな、朝10時になっても返事がこうへんから、大丈夫っつったら、ごめん寝てた。そんなわけないやん。15時間寝れる。7時から朝の10時まで。はあ、どんだけ寝てんの赤ちゃんだ。井上さん、バカ。井上さん、それは女の子の優しさやから。何、優しさって。優しさや、お前がそれは察するべきやん。何察するって。夜7時にね、連絡して朝の10時まで帰ってこへんやろ。ほうや。これはその意味をギューってすると、二度と連絡してくんないやん。どんだけ嫌やねん。そんな風に捉えなあかんの。そうやんか。嘘や。だからそれをグッと丸めて、ごめん寝てたにしてんねん。これ直接返していいの？直接もう返したらもうあれやで、今から飲みに行こうやってなったら、ああ、は行くわけないやろみたいな。すごいキレてるやん。もうブチキレテンションで来てるやん。朝10時の大丈夫なんか、はい、弁護士雇いました。訴えられんの？飲みに誘っただけでてなもんですからね。そんな風に感じなあかんの？こっち感じてください。そこひどすぎるやろ。そんなおい、皆さん相当溜まってるみたいからね。ああ、まあ飲みに行きましょうね。スケジュール空いてたら。それが信用ならんの。もうやめました。のせるです。あのさ、はい、なんか生きづらい世の中になったなと思うねんな。まあまあまあ、お前に関しては自業自得。誰がよお前。そういう話をしてんちゃうやんか。はい、もう何や言うたらさ、もう口開いたらもうコンプライアンス、コンプライアンスやんか。確かにコンプライアンスですよ。だって今あれでしょ、テレビでおちんちん出したらダメなんでしょ。昔もあかんの。今も昔もおちんちんアウトやねん。あ、そうなんですか。そうや。でもドラマとか見とってもさ、タバコ吸うシーンとか減ってきたし、はいはい、車乗るってなったら絶対シートベルトしてるわけやん。いや、そうなんですよ。いや、これね、気持ちは分かりますよ。まあまあ、確かに。でもこのままではエンタメ業界終わってしまうんですよ。まあほんまそうやね。俺マジでこの間ね、極道門の映画見に行ったんですけど、うん、ほんま残念やったもん。そんねん。もう極道ですよ、うん、極道が隣の組にね、襲撃しに行くって言って、みんな拳銃持ってるんですよ、うん、4人組のこわもてが拳銃持って行くぞーって言って、車バーン乗って全員シートベルトした、うん、コントやん。もうそれはコントやわ。最悪やん。もう台無しやな。これから重犯罪を犯しに行くのに軽犯罪守るという、まあまあちょっとないびつな状態やわ。最悪やん。で昔はね、待ち伏せしてるとかいう時にね、タバコのね、タバコ吸ってて、こう吸い殻をポンって吸って踏んだら、この周りにさ、吸い殻がブワー落ちてて、そうそうそう、時間経過を表せてたわけです。あれが良かったんな。でしょ。今回も最悪、全員携帯ハザラパンパン。真面目。みんな吸い殻落とす気なんかあらへんやん。こんなパンパンで見せる、そんな時間経過、まあ、確かにな。やばいっすよ、もうほんまにエンタメ終わりますよ、うん、まあ確かにそうなっていくかもしれない。もう極道がタバコ吸わへん時代来ますよ。タバコの代わりにポッキー食える時代。吸わへんやろお前なんで何かしら吸わせんねんお前。いやでもほんまにね、俺ね言いたいんすよ、うん、ね、いや分かりますよ、路上喫煙あかんから路上で喫煙してるシーンはやめてくださいね。まあまあ確かにね、言わんとしてることは分かりますよ。まあ分かる分かるね。ほんであと何ですか、シートベルトもね、つけずに運転したらダメやから、テレビでやるときはシートベルトつけてくださいね。分かります、分かるよ、言ってることは分かります。でもそのルールにのっとったら、殺人事件扱ったらあかんやん。ほんまやん。お前えぐいところ気づいたな。でしょ。なんでその殺人事件を OK にしてんの。確かに。そうなったらもう刑事もんのドラマとか映画全滅やで。全滅なんですよ、うん、言うてる間に出てきますよ。え、歌舞伎町連続殺人未遂事件。未遂？え、未遂なん？すごい、実行すらせえへんから。何にもしてへんやん。ほんだ計画して思いとどまる、うん、全然思んないやん。これが連続で行われるわけです。ずーっと机の前から動かへん。最悪ですよ。いやそれは最悪。エンタメ終了です、うん、これで。例えばバラエティもさ、こう痛みを伴う笑いがあかんとかなってるやんか。言うと罰ゲームとかね。そうそうそう、言っときますけどね、罰ゲームとか痛みを伴う笑い、井上大好物。言うなよそういうこと。その言わんとやるからあれ面白いね。大好物なんですよね。だってもうね、あんなめちゃくちゃ大げさに嫌がって、大げさにリアクション取ってたら簡単に笑い取れねえもんな。舐めてんのかお前は。こっちはプロの技術でやってんねんアホお前。でもどうなん、その痛みよりも笑いを取る快感の方がどうなん。勝ってるよ。ですって。やめろよお前。こういうのは言うもんちゃうねん別に。そうなんですよ。だからね、井上から痛みを伴う快感を奪わんといてっていう話なんです。変な言い方すんなよお前。なんか聞きようによっても俺から SM 奪わんといてくれみたいなのあるやろ。
ねえ、でもかわいそうや。だからそんな罰ゲーム禁止にするぐらいやったら俺あれ禁止にしてあげてほしいんですよ。何よ、あのようわからんアナウンサーがね、井上さんかっこいい一言お願いします。やるけどおい、これ確かにあれ迷惑やねん。やめてあげてほしいよ。そういうので流れがあるからできる芸やねん。まあ、芸かどうかは微妙やね。しばくぞお前は。芸に決まってるやろ。あれかわいそうやねん、毎回見てて、ね、ああ井上さん何かかっこいい一言お願いします。みんな愛してるぜ。しばくぞお前は。おい、こっちの方が痛み伴ってるもんな。ズタボロやお前。心ボロボロやぞ。やめてあげてほしいんですよ。あとやっぱコンプライアンスで言うとさ、もう何でもかんでもテロップやんか。テロップですよ。あ、もう料理がたくさん出てきたらな、この後スタッフが美味しくいただきましたとか、はいはいはい、痛みを伴う演出が出てきたら特別な訓練を受けておりますみたいな。一回入るんですよ。あの激辛料理とかも出てきてもね、ポン辛そうに見えますが CG です。嘘になるわ。それは嘘になるから。ひどい話ですよ。嘘すぎるわそれ、ね、でももうこの調子でいったら、もう漫才とかもテロップ入りますからね。漫才にも入ってくる。漫才中にテロップ入る時代になってきてますよ。さすがに漫才には入らへんやん。例えば、はいどうもノンセルです、ポン、あくまでコンビ名でスタイルはありますみたいな、うん、言う必要ある。そんなこと言わんでええんちゃう。出てくるよ。いや今日はべっぴんさんが多いですね、ポン、いつも多いです。言わんでええって。なんでさっきお客さん気使ってんの。いやこちらからべっぴんさん、べっぴんさん一つ飛ばしてべっぴんさん、ポン、無観客です。何してんの。なんでお客さんおらんのに客いじりやってんの。出てきますよね。出てくるかそんなん。にしてもさ、短足上ブースケさん、すごい悪口言うてる。ポン、特別な許可を得ていじっています。誰に。俺許可した覚えないぞ言うとくけど、でもね、あの人間ってね、生きていく上で酸素って必要不可欠じゃないですか。ポン、あくまで個人の意見です。みんなの意見やん。お前だけの意見ちゃうねんそれ。ねえ、でも必要じゃないですか。で人間って皮膚呼吸してるらしいんですよ。まあ言われてるな。でも皮膚呼吸してる実感って実際ないじゃないですか。まあ確かに。どれぐらいね酸素をこう取り入れられてるか分かれへんやんか、うん、まあまあそうね。だからもうここはもう実験としてね、あの申し訳ないんだけど、井上さん今から口呼吸と鼻呼吸停止させてもらってもね、あかんに決まってるやろ。ポーン、特別な訓練を得ています。受けてないって。何の訓練もしてないから。え、あかんよそんな。ほんまもうちょっとだけ、ほんまちょっとだけ、ほんまもう言うても5分ぐらいだけ。死んでまうやないかよ。ポーン、あくまで個人の意見です。いや個人の意見ちゃうの。普通に考えたら死んでまうやろうがそんなもん。やらへん。当たり前やおい。え、マジでやれへん。やらへんよ。ポーン、一部内容を変更してお送りいたします。ほんまにやらせるつもりやった。サイコパスかお前。一発ギャグやってや。急にどうしたおい。おい、さっきのアナウンサーと一緒やぞお前。おいおい、一発ギャグやってや。いや振りとかあるやろお前、流れとか。ポーン、この後すぐ。やらへんから。やらへんから。なんでせなあかんの。やらへんよ別に、うん、ポーン、 CM の後で。やらへんから。 CM の後でってよりもやらへんから。ポーン、時間はいつまでも繰り下げてお送りいたします。やらへんから。別にギャグなんかするタイプでもないし。ポーン、やるまで終わりません。しつこ。しつこ。なんなんこいつ。もうまあでもやったらええんかいな。ああ、やるな。はい。やるで。はい。イケメンが6時をお知らせします。後でスタッフで無理して笑いました。芝居だろか。もうええよさ、はいはい、今までね、いろんなドラマとか映画とか出てきたやんか、知らん。なんでやねん。いや出てきたやんか。いや出てきたか知らんけどさ、あんま自分からそんな言わん方がええで。いやいろいろやってきてんけどさ、はいはい、あのなにわ金融道みたいな、ああいうドラマちょっと出たいなと思って。あの借金取りがこう来るやつ。そう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 、それそれ。俺あれ見てられへんねん。なんでよ。じゃあれな、あの借金取りにあの取り立てられた経験がある俺からしたら、あれはもう映画ではなくトラウマ誘発剤やねん。そんな風に思ってんの。あれエグいから。いやだからお前なんか借金取りな、経験ないやろ。まあ、ない。経験ないやつからしたらあれもう皆さんね、SF や思ってる。思ったことないよ。あれを SF とは思ったことないけど、俺からしたらもうガチドキュメントやから。いやそうか知らんけど。いやいやあれエグいねんで。だからもう絶対俺とお前では全然違う感覚であの映画を見てるからな。いや同じ気持ちで見てるよ。絶対違う。いや一緒やっとっけどな。俺小学校の時に、あの借金取りにプチ誘拐されてるから。嘘やろ。プチ誘拐されてな、息子返してほしかったら、ね、金返せって言われて、親父なんて言ったと思う。お金ないからよろしくお願いしますって放棄したん。この流れ
て放棄する人とかおる。息子をよろしくお願いしますって言ったことで借金取りもさすがにお前かわいそうやな、もう今日は帰りって言って、まさかですよ、お小遣いくれたから。何この話、こんなことあります？すごい話してるやん。借金取りがお小遣いくれる、これはもう落語のオチやから。知らんけどやな、おい。もうなんて言うたらいいか分からへんわこっち。でその借金取りにね、取り立てられてちょっとトラウマがある俺が、今日は借金取り立てられる役をやったらいいってこと。お願いしにくいって。わけわかった。お願いしにくいねんけどな。全然やるから。やるとかやなくて、リアルこんな怯えてんねん。俺リアル知らんから。あ、リアルはこのレベルで怯えんのね。まあ、いや、 やってくれんのね。じゃあ やるわ借金取りな。ピンポン、怯えすぎじゃない、そのレベルな。なあ大丈夫、まあ、やめる気はないみたいから、じゃあやりますわ。ピンポンピンポンピンポン、ダダダダダダダン、石田中におるのは分かってるんです、優しい言うてる間に出てきた方がええんちゃいまっか。はよ出てこいよこればれ。鍵開いてますけど。開いてんのかよ。何やったんやこの今の一年は。さっさと出てこんかい。今開けません。ああすいません。ガチャ。仏壇かおい。こんな観音開きの扉ちゃうねおい。ちゃんとしたドアで頼むわ。すいません、すぐ開けます。ああガチャ。どこ行った。舐めてんのかお前は。新喜劇やないのおい、何してんのおい。はい石田さん、はい、いい加減諦めて金返してくれますか。いい加減諦めて帰ってもらえますか。諦めるかお前、舐めてんのかお前、はい、さっさと金返せこら。さっさと諦めて帰らんかいこら。何だお前。すいません、おいすいません、舐めてんのか。すいません、悪気はないんです。なんで言い返してくれんねん。悪気はないんです、なんかもう勝手に無意識で、無意識で井上さんのこと見下して、無意識で借金踏み倒そうとしてるんです。絶対あかんぞお前は。すいません、舐めてんのかこれは。すいません、あんたがうちから金借りたやろ、返すんが筋っちゅうもんやろが。せろおつしばくぞお前。すいません、舐めとんなお前。違うんです、おい悪気はないんです。やったってもええなんぞ。あ悪気ないんす、ただ思ったことを言ってしまうだけなんです。思ってんねん、じゃあ今みたいなことを。すいません、家賃も本当にお金返せないんです。すいません、もう今もね家賃も滞納しててね、電気ガス水道あと甘いものも止められてるんです。知らん、そこはお前のさじ加減やろ。お前の不摂生がそうなってんねん。すいません、ええわ、もう今日はね金返してもらうまでこっから一歩も動きませんからね。何笑ってんねんお前。おい、すいません、何がおもろいねんこれ。すいません、思い出し笑いです。今笑えるところかこれ。なんで今思い出し笑いできんねん。すいません、なあ昨日の飲み会が楽しすぎて。飲み会行ってんの。え嘘やろ。すいませんでした。状況考えろよお前。すいませんでした。お前水道ガス電気止められてんねんで、はい、飲み会行くなやこら。僕だって断りましたよ、友達に誘われて。今こんな状況やから借金取りにも追われてて、水道代とか全部止められてて、そんな飲み会行かないからって言いましたよ。じゃあ友達が言ってくれたんです、気にすんな、割り勘でええから。おごってもらえ。せめておごってもらえ。なあおい、友達もクソなんか。おいおい、そんな友達縁切れ。わかりました、縁切らせてもらいます。ああついでにこちらの縁も切らせてもらってもいいでしょうか。落語のオチええねんって。もうやめなさい。今日もスーツの下タンクトップですよ。2000年何ですか何ですか。お好きでな、こう移動の時によくバスに乗ってる。へえ、ブスがバスの。誰がブスやん。あ、ごめん、ブスのボスがバス乗ってる。ボスだったの。聞いたことない。バス乗ってんねんけどな、最近こうテレビとかでニュース見てたらさ、こう物騒な世の中やんか。物騒。耳どうなってんの。ブス確定してますけども。そんなことしてんの。物騒え。物騒ですね。万が一こうバスに乗ってる時にな、こうバスジャックに遭遇じゃ怖いやんか。怖いよ。それでまたお前犯人が男前やってみや。お前地獄やぞ。どうでもええんだけどお前。いやだからバスジャックをバッと俺が捕まえることができたら、ああ井上君かっこいいなんだろうけど、なんかちょっとこれやらしてくれ。断らぬ。やってくれんのかお前。やってくれんだよ、スッとやってくれたから。ほんなら俺バスジャック班やるわ、うん、お前バスの役やってくれ。できるかお前。おい乗り込もうとすなお前。いや荷が重いわ。いやそこは俺犯人や。犯人じゃ本人や。本人や。どっちやどっちや。本人や。お前ダブル犯人で行こう。お前が犯人、俺が本人や。本人や。まずこう俺がバスに座ってるよ、ほんで俺の目の前に犯人が座ってんの。無邪気かお前。
なんでこっち向いて座ってんの。進行方向向いときゃ、ほな急に犯人が立ち上がる。消費税率引き上げはったよ。何に立ち上がってんの。そういうデモ活動的な立ち上がり方じゃなくて、普通にパッと席を立ち上がって天井に向けて銃を撃つ。おしゃれやなお前。それ変な撃ち方せえへんから。普通に銃を撃つわけや。ほんなここで犯人のお前のセリフや。バスジャック犯の石田です。真面目かおい。どこのドイツがお前自己紹介すんだお前。そうか、このバスは俺がジャックしたい。いた。このブスは俺がキックしたよ。何を言ってんねんお前。余計なこと言わんでからちゃんとやって。ほんでパッて言うた後にな、お前バスの運転手に指示を出すためには運転席まで移動すんねん。ちょっとすいません。満員ちゃうねんお前。痴漢されるかボケお前。どういう状況やお前。パッてバスの運転手のとこに行ってな、運転手にこう指示を出す。おい手を挙げろ。事故ってまうわお前。バス走ってんねんぞお前。おいエチケット袋をよこせ。気分悪なってもうてるやんけ。いや、そらこのまま走り続けろ。おい、このまま夢に向かって走り続けろ。かっこいいね。話変わってくるから、そんな。このまま走り続けろって言ったとね、犯人のお前の決めゼリフや。何があっても止まるんちゃうぞ。このバスが止まるときは、お前の息の根が止まるときやん。ごめん、聞いてなかった。聞いとけや、おい。スーツ淡いな。ええね、別に。そんなの知ってんじゃん。パワーと。このバスが止まるときはお前の息の根が止まるときやとか脅し文句言ってるわけや。でその隙を見てな、俺が携帯電話で電話しようとしてんのを見て妙な真似するなよ。はい、妙な真似すんなよ。妙な真似してへんわ。持ち巾着の真似誰がやってんだよ。じゃ妙な真似やよ。でこの俺の携帯を取り上げる。はい、どこに電話しようとしてんや。いやそれは見たことある番号やな。0120-828-828。やずやにかけるかお前。なんで俺バスジャックの最中でお前健康食品求めなあかんの。警察110番に決まってるやろ。だから警察に漏らす気か。おい警察にうんこ漏らす気か。何の話してんねんお前。誰がうんこの話してんねん。いや余計なこと言わんねん。淡いからバレるのね。余計なこと言わんねん。ちゃんとやって。おいなんでバスジャックなんかやると思ったんや。いやお前に頼まれたから。そういうこと言うてんちゃうねんお前。お前がやってくれって言うたから。いや俺お願いしたけどやな。はい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 。ふわ立てた理由やからそこは関係ないやろ。お前とは肉体関係ないやろ。やらしなったお前。余計な一言つけんでから。わかった、俺以外の乗客全員下ろしてくれ。なんでお前以外の乗客のズボン下ろさなあかんの。誰がズボン下ろせ言うてんの。なんでお前のズボンは下ろされへんねん。下ろされへん理由でもあんのか。お前やっぱり漏らしてへん。漏らしてへんってだからバスから下ろしてくれてんねん。しゃあないの。ピンポーン、次止まります。真面目かお前。どこどの犯人がいちいちお前ボタン押して止めんねん。そんなもん運転手止まれでねん。運転手止まれ。キキーンバキューン撃つねよおい。なんで止まってくれた運転手撃つねん。だってこのバスが止まった時は息の根が止まる。真面目かお前。言いましたよね。そこは適用されへん。次通りですよね。言いました。とりあえず乗客降ろしてる隙を見てな。俺が犯人から動くな。ああ俺のやつや。やつやちゃうねん。銃奪い取ったから。このバスに俺が乗ったんが運の月やったな。うんこ月か。運の月や。頼む今回のことだけは水に流してくれ。水に流そっちに引っ張られんねえねんおい。観念せ。くそーくそー。もうええわ。どうも先生ありがとうございます。何に乗って言ってるか分かる。そんなもん分かってるよ。調子に乗ってんねやろ。違う違う違う。めちゃめちゃ。いやそういうこと違うの。え移動手段や。ああありゃんけお前な。あのかかとにタイヤついてる靴やろ。子供か俺。見たことあんのかそういう風に移動してんの。交通手段に決まってるやろうが。交通手段な。好きでなんかバスに乗って移動してんねん。へえ免許持ってるん。運転するかお前。乗客としてに決まってるやろ。あそうやな。あんなことあったのにバス運転できるわけないもんな。いらんこと言わんでええねん。バスに乗ってて思うねんけどな。もう最近なんかさこう何があるかわからん世の中やんか。まあ、何や言うたら事件起きますからね。そうやね。でバスで一番怖い言うたらな、バス停泥棒な。あんま聞いたことないわお前。あそこにバス停あったはずやのに。だから何ってなるやろそれやったら。バスに乗ってて怖いって言ったらバスジャック犯や。バスジャック犯な。バスジャック犯に遭遇してみーや、うん、めちゃくちゃ焦るやん。そりゃ焦るよ。でもバスジャック犯もお前がおったらめっちゃ焦るけどな。犯人側の方はええねん別に。なんでこれドッキリ始まってる。何を言うてんねん。でもこうバスジャック犯に遭遇した時によ、俺がバッて捕まえることができたら、あ井上くんかっこいいってなるやん。お前煩悩の塊やな。やかましいなおい。今日はちょっとそれをやってみたいからやらせてくれ。断れぬって全然流行らんねんけどどうしたらいい。知らん。全然どうでもいいわそんな話。なかなかやってるで。そんな話はどうでもいいね。バスジャック犯を捕まえたいからやらしてくれ。ああ分かった。じゃあ俺バスジャック犯やるから、okay、お前バスの役やってくれ。荷が重いわおい。失礼します。乗り込もうとするなよおい。失礼します。できるわけないやろ。
そこは俺は俺の役をやるから。あ、じゃあお前井上の本人の役やってくれ、okay. 俺石田本人の役やるから。ただの日常やわお前。そうなったらいつものノンスタイルってだけやから。 お前バスジャック犯やってくれ。俺バスジャック犯な。まずこう俺がバスの中に乗ってるよ。俺の目の前の席に犯人であるお前が座ってる。こうやってな、お前無邪気かお前は。そんな無邪気な感じで座ってないから進行方向向いときよ。ほんな急に犯人が立ち上がる。消費税率引き上げ反対。そういうこと違うねん。デモ活動的な立ち上がり方じゃなくて普通にパッて席から立ち上がって天井に向けて銃を撃つ。バケー、かっこいいな。おしゃれな感じで撃たへんから。普通にバーンって撃った後に犯人であるお前のセリフや。はじめまして、バスジャック犯の石田です。真面目かお前。初めての経験ですのでうまくできるかどうかは分かりませんが、頑張ります。黙れ。喋ってんの。そこ、このバスは俺がジャックしたい。いた。このブスは俺がキックしたい。何を言うてんねん。いらんこと言わんでええねん。このバスは俺がジャックしたって言うた後には運転席にな、言うて運転手に指示を出すために運転席に移動すんねん。ちょっとすいません。まあいいんちゃうわ。そんないらんじゃん。さっと運転席に横に行ってこう運転手に指示を出す。おい、手を挙げろ。事故ってまうわおい。運転してる運転手手挙げたら事故ってまうやろ。おい、エチケット袋をよこせ。気分悪なってるよね。その隙を見てな、俺がスマホで携帯で電話をしようとしてるのを見て妙な真似するな。おい、妙なモノマネすんな。モノマネしてへんわおい。持ち巾着のモノマネしやがって。誰がやこれお前。おでんのグーなんかやったことないよ。するなって言った後に携帯を取り上げる。おい、どこに電話しようとしてんねや。いやそれは見たことある番号やな。06637。俺の実家の電話番号や。何を言おうとしてくれてんねん。それ110番にかけてんねん。だから警察に漏らす気か。おい、警察にうんこ漏らす気か。そんな話してへんわ。警察に漏らす気かっつった後にな、警察に脅し文句を言うねん。おい警察か、妙な真似してみろ。こいつの命がどうなっても知らんぞ。どうぞご自由にやって。嘘やろ。警察に言うてきた。そんなことそんなこと言うわけないやろ。でここで警察になお前が要求するわけや。おい、今すぐに成人用のおむつ1個持ってこい。漏らしてないねん。だからなんで漏らしてることにしたいの。そんかなんかレインボーブリッジを封鎖しろみたいなのあるやん。おい、こいつの肛門封鎖しろ。漏らしてないから。何が何でもかお前は。余計な一言つけんでえから。おい、分かった、俺以外の乗客全員降ろしてくれ。なんでお前以外の乗客のズボン降ろさなあかんねん。ズボンの話してないねん。逆になんでお前のズボンは降ろされへんねん。降ろされへん理由でもあんのか。お前やっぱり漏らせるんちゃうの。漏らしてないよ。しつこいね。バスから降ろしてくれ。しゃあないの。ピンポーン、次止まります。真面目かお前。どこの犯人がいちいちボタン押してバス止めんねん。でも運転手止まれでええねん。おい運転手止まれ。キキーバキューン。運転手撃つなよおい。なんで止まってくれた運転手撃つねん。乗客を降ろしてる隙を見て俺が犯人から奪い取る。ああ俺のスイカ。銃や銃。1万チャージしたとこやろ。どうでもいいわそんなもん。銃を奪い取ってや。動くね。このバスに俺が乗ってたんが運の月やったな。うんこ月か。言うてない。運の月やから。でも今回のことは水に流してくれ。水に流す。そっちに引っ張られんでええねん。観念す。くそーくそー。もうええわおい。何が何でも下の方に持ってくっけお前。さすがに視聴者からクレーム来るぞ。ああ視聴者の意見代弁してくれてありがとうな。代弁もうええわ。We are no star。 ダサいダサいダサい。どうした急に。新規どうも井上です。どうも。全身真っ白なのも気になりますが、どっちかっていうと股上の浅さの方が気になる人です。確かに浅いですけど。あのちょっと聞いてくださいよ。どうしました。あのね、僕ねちょっとね、あの最近あのめいっ子がね、あの小学校に来だしましてね、はい、であのよくね子供と遊んでるんですけどね、あの子供の時の遊びって楽しかったなと思うんですよ。まあ確かに今みたいに物とかいらんし楽しかったな。そうでしょ。ようやったやったのごっこ遊びとかね。あーごっこ遊びとかようやったわ。あの俺らが子供の時ようやったやった、あのアンパンマン。あーようやったようやった。一人がこうアンパンマン。じゃあ俺ジャムおじさん戦おうや。なあ一生懸命パン焼かれてもさ、そういう遊びじゃないからごっこ遊びって。いや違うやん、ごっこ遊びやから戦ってくれんとさ。あ戦う。あじゃあカバオくん戦えや。だからさ、アンパンマンお腹が減ったよ。全然モノマネ似てないやん。勝手に取るな。せめて断ってから食べてくれへん。毒なんか入ってないねん、アンパンマンの顔の中には。ジャムおじさん、やらしい顔でパン焼かんといて。そんなのせえへん。こんなようやりましたよね。あとようやったら、ね、あの10回クイズなんかもようやりましたね。あーようやった。ピザって10回言ってんやん。そうそうそう、この時ようやりましたね。ようやったな。なあ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 、ピザって10回言ってやん。ピザ、まあ、そう言わせるってあってん。ピザ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 ラピザラ。なんで活用してんねん。最後の方おかしいやろ。じゃあここは
膝、ブブー、違うね、上腕と前腕をつなぐ関節でした。細かいね、答え細かくない？なあなあ、じゃあ次米粒って10回言ってよ。驚きすぎや。米粒？どうでもいいけど子供声低すぎるよ。米粒、間違ってる、米粒、やり方そんなんちゃうよ。米粒カピカピな。じゃあここは米紙ブブー、僕のチャームポイントでした。どうでもええわそんなお前。絶対みんなが一度は通った謎謎や、謎謎。ああ謎謎よ、やった。全員がやってるやんか。そうありましたね。そう、パンはパンでも食べられないパンはフライパンとね。あと男は男でもケーキ作りが趣味の男はキモい、ね、キモいけどやなお前。いや違う、謎、まあ僕はそうなんですけど、ね、いや謎謎やから、はい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 、だから入り口一つに出口が二つ、これなんだズボンとか。ああね、あと醤油が7割お酢が3割これなんだ餃子のタレ。何の問題やねんお前。まあこれ個人差あります。謎謎やで、いや聞いて、謎謎やからさ、はい、だから上は洪水、下は大火事、これなんだお風呂とか。 あと上は木の実で下は7ってこれなんだ。木の実7やないかお前。答え言っちゃってるやん。個人差ありますけど。いやないよ個人差は、ね、ないけどさ、こんなようやったんですよね。あんたが小学生ぐらいやったら、うん、オリジナルで自分の考えたクイズを友達に出したりして。俺なんかようやったわ。あ、そうなの。俺得意やってね、あの、うん、今でもあの昔考えたクイズ覚えてるもん。あ、そうなの。うん、ちょっと出してあげようか。いや大人やからさ、すっと答えれるよ。いや結構難しいよ。ほんまに。いくよいくよ、うん、問題です。はいはい、海という漢字や、うん、汗という漢字の武士は一体何？むっちゃ簡単やん。さんずいへんやん。正解じゃあ体で表してください。どうやってやってるんだ体でって。さんずいへん天秤なんだけど。ブブブブ、残念、正解はこちらでした。見えるけどさ、さんずいへんに。そんなんやわな、ちょんちょんちょんって。なんかそういうことだ。続いて、忙しいという感じや、爽快の快という感じの部署は一体何？立身面や。正解じゃあ体で表してください。立身面がこうや。お、立身面。お、違うよ。バカにすなお前。残念でしたね、正解はこちらでした。見えるか。いや立身面そんなんやけどさ、残念ですね。さっきとちょっとちゃうやん。じゃあ続いていきましょう。続いて、市役所の役という漢字や、法律の律という漢字の部署は一体何？行人面。正解じゃあ体だらしてください。行人面いけるかな。行人面、ね、これ正解や。惜しいなお前。残念、正解はこちらでした。かっこいいね。なんでちょっと揺れんねん。行人面揺れんの。惜しかったな、ね、お前な。ちょっと続いて、続いて、花という漢字や若いという漢字の部署は一体何？草冠。正解じゃあ体だらしてください。草冠、草冠、草冠。おお、何それ、新しい空気の入れ方。どついてるかお前。一生懸命やってるやないか。残念、正解こちらでした。地味やなおい。草冠だけ地味やないかお前。このクイズむっちゃ楽しい。何が楽しいね。竹冠よう分からんすよ。竹冠かどうかも。こんな気持ち悪いって。小里編。何それ。小里編。小里編って何よ。新尿。本格的やね。新尿だけな、本格的やないかおい。何をしてんねん。糸編。分からん。糸編かどうかも分からへんねんお前。そんなクイズ子供の時せえへんやろうかお前。信用できへん。当たり前やないか。でも俺は信用できるで。もうええわ。ありがとう。どうもノンセルでーす。ちょっといきなりやねんけど。どうもノンセルでーす。ありがとうございます。ちょっといきなりやねんけど、もう早いもんで俺らも40やんか。40歳ですよ、うん、もう2人足したら80歳、うん、2人引いたら0歳ですからね。何の情報やそれ。そんなことよりな、40にもなってんからさ、うんうん、これからは後輩に相談されるような先輩でありたいなと思うねん。ああそう、井上さんが。そうや。これなかなか難易度高いぞお前。そうか。高いよお前。難易度で言うたらツチノコ発見レベルやで。不可能やないか。誰でも見たことないねんぞ。いやでも後輩からなんか相談するんやったら井上先輩がいいなっていう存在でありたいやんか。あ、そうですか。だから今日はちょっとさ、後輩の相談に乗る練習やりたいから。おうおう、俺が楽屋におるからちょっと相談事持ってきて。あ、ごめん俺今仕事中やねん、うん、俺も仕事中やねん。スッと持ってきてくれたらええから。コンコン。どうぞ。おはようございます。おはよう。井上さんちょっと相談いいですか。どうした。最近仕事がうまくいってなくて、うん、ヤバタニ園のムーリー春雨なんですよ。え、でも井上さんに相談乗ってもらえて、うん、本当にね、あのバイブス糸上がりけりです。イグジットやろ。イグジットみたいな売れっ子が俺に相談してくるかお前。そんか、普通の後輩や。コンコン。どうぞ。おはようございます。井上さんちょっと相談いいですか。どうした。あの井上さんにしか相談できないことなんですけど、謝罪会見でやったらあかんポイントって。やめや、やめや。お前ちゃんとやる気あんのか。ちょっとやる気あるか自分の胸に手当てて聞いてみるわ。いやいちいち聞かんでええねんそんなん。ないそうです。しばくぞお前。分かった、相談事俺が決めるわ自分で。ああもう、うん、じゃあ金がない、これでいこう。あのさっきまで楽屋に置いてたお金がなくなってるんですけど。そういうこと違うねん。井上さんじゃないっすよね。盗むかお前。金に困ってるやん。ちょっと金に困ってるんですよ。給料少なかった。いや銀行の暗証番号を忘れてしまって。アホやないか。そこもじゃ分かった。彼女との結婚の相談。あ、ちょっとあの彼女のことなんですけど、うん、結婚しようと思ってるんですよ。マジでよかったよ。 ありがとうございます。付き合ってどれぐらい。付き合って3日です。3日、うん、大丈夫。あ、ビビビッときたんや。いや、ゾゾゾときました。寒気はしてるやないか。大丈夫か。はい。で、彼女は何してる人なん。ここだけの話ですよ、うん、結婚詐欺師です。絶対あかんぞ。騙されてまうぞお前。
そこは彼女との結婚の相談って言ったらな、お世話になってる先輩にお願い事あるやろ。あの来月に結婚式と披露宴やろうと思ってるんですけど、井上さんにはお世話になってるんで、折り入ってお願いしたいことがあるんですよ。マジで牧師やってもらってもいいですか。何が重いわ牧師なんかできるわけないやろが。もう分かった、コンビ間の相談これでいこう。ちょっとコンビ間のことなんですけど、相方がめちゃくちゃムカつくんですよ。あ、そらあかんや。いやもうムカつくっていうか、もうめちゃくちゃ嫌いなんですよ。もう生理的に無理というか、ナルシストなんですよ。まあ、ええけどな。いや、かっこよかったらいいですよ、かっこよかったらいいんですよ。中の下、中の上かな、もしくは下の上、上の下かな。いやもうマジできついんすよ。あ、そう。ほんでまた女優さんと結婚したいとかガチで言うてるんですよ。志が高いタイプや。ええことやね。だから俺言うてるんですよ、お前絶対無理やって言うたら、もうなんかへりくつで俺を言いまかそうとしてくるんですよ。でまたそのへりくつをまとめて本出しやがって、その本のタイトルがスーパーポジティブシンキング。俺やないか何を長々長々人の悪口言ってくれてんの。その相方に毒盛ろうと思ってるんですけど、いいですかね。絶対こう。どうもありがとうございました。まあもう早いもんでさ、はいはい、コンビ組んで21年、はい、でも出会ってからで考えてもう30年以上や。そうなんです。だから人生の4分の3一緒に過ごしてきてるわけですよ。まあな、吐き気せえへん。やめろよお前、言うなよそういうこと。冷静に考えてな、中高の同級生でほぼ毎日学校で顔合わせたんですよ。ほんで二十歳になってからコンビ組んで、これまでずっとほぼ毎日顔合わせてきて、どう思う？キモい。キモいやろ。いやそうやね、やっぱコンビって異常な関係なんですよ。確かにそれはまあ間違ってはないと思うねんけどさ、やっぱでもこれからはコンビ組んでいくわけやんか、はいはいはい、だからその上でよ、今日はこの場を借りてよ、お互いの嫌なところこう言い合った方がいいと思うねん。あ、嫌なところな。そうそうそう。あ、じゃあちょっと手帳取ってきていい？メモしてんねん。あ、メモしてんねん。いやいや、 メモではない、あの殴り書き。あ、すごいストレス感じてるよ、ね。いや違う、喧嘩しよう言ってんちゃうからな。あ、違う。いや、お互いがこれだけ関係をいい関係で築いていけるようにお互いのやるとこ言ってこと。ああ、そういうことだ。 そっちな。あぶな、もう少しで関係性にとどめさせてくれ。何言うつもりよお前。あぶねえ。なんかとりあえずだから、こうお客さんがいる前で、はい、お互いの嫌なところ言っていこう。あ、そうしましょう、そうしましょう。じゃあまず俺からいくな。そういうところな。何がや何や急に。常に自分優先やと思ってしまっているところな。いやいや、思ってへんやん。マジで全部自分優先やと思ってるんですよ。そんなことないよ。マジで、あのエレベーターな、エレベーター言わせてもらっていい？なんやねん。大体僕たち行き先が一緒なわけじゃないですか。じゃあエレベーターで鉢合わすことがあるんですよ。で大体僕の方が早く出るからエレベーターに先についてるわけですよ。で僕がエレベーターボタンをピッと押して待ってたら、井上が後ろから現れるんですよ。俺が先に来てますよね。俺が先に来てます。はい。だけどエレベーターチーンって開いたら井上が乗ってくれ。何があかんねん。いや、ええやん別に。いや、ここまではいい、ここまではいい。お前が乗るはまだ許そう。ああな。でもお前乗るやんか。乗り込んでお前はエレベーターの奥の角に行き寄るんですよね。行き先ボタンも押さずに。いや、ええやん。もう一度言わせてください。奥の角取るんですよ、行き先ボタンも押さずに。なんで2回言うねん、はい。で俺はもうしゃーなしにもう手前の角を取って行き先ボタンをピッと押すわけですよね。あの立ち位置としては、井上がここで俺がこういう状態ですね。この状態ですよね。この状態にもかかわらずチーンって開いたら井上が出ていくんですよ。いや、ええやん別に。いや、それぐらいええやん。わけが分かれへん。何がわけ分からん。こんなもんお前周りから見たら俺井上さんの秘書なんかなんて。考えすぎやん。そんな風に思うかお前。なるやん。完全に井上さんのためにボタンを押してエスコートしてみたい。それぐらいええやん。ええことないやんけお前。お前先に降りるんやったら奥の角取んな、手前の角取っとけよお前。お前器小さいねん。そういうところな。何がやおい。自分が指摘されたところを認めるのが嫌すぎて、俺のことを器が小さいとか言って陥れようとするところな。いや小さいやん。小さくない。いや小さい。大きい。小さい。どんなに大きい器でも小さなものが20年詰まりに詰まったら溢れ出すということも理解できない小さなおつむの持ち主に。鬱陶しいねお前は。何やこんつ。わかりました。 あなたはこの先結婚できるかもしれません。ただ熟年離婚は確定です。決めつけんなよお前は。確定です。そりゃそうや。だって指摘されたことを直そうともせえへんねん。いや直すというかさ、直すようなことでもないやん。そういうところな。直す必要がないって怖いわ。いやそうやがな。怖ないですか。だってお前がやってることなんかただの割り込みやから。どこがええねんお前。割り込み全然ちゃうやろお前。割り込みやんけ。たまたま2人なだけでお前、それがもしもデパートのなエレベーターでお客さんいっぱいおる中でお前それやったら割り込みやろお前。いや違うよ。他の人がおるときはやらへんやん。やるやん。やらへんって。やったやん。はぁ、この間新幹線でやったやん。何を言ってんの。僕ね、新幹線の品川駅で新幹線待ってたんですよ。ああ、で僕はちゃんとしてるからちゃんとね列に並んで待ってたんですね。前に5人、後ろに5人ぐらい並んでましたね。で新幹線がバーッと現れて、でプシューって開いたらこう一人ずつ乗っていきますよね。乗ってったら井上を僕は発見したんです。井上は列に並ばずちょっと離れたところでなんかもうなんかこうこの感じでおるんですよね。
ほんでわーって僕が進んでたら、井上は何もなかったかのように俺をパッと見て、暗黙の了解の雰囲気を出して俺の前に乗り寄ったんですよ。ええやな、それぐらい。あかんやん。何があかんねん。こんなんやれるやつはお前行列のラーメン屋でもやるやろ。やらへんわお前。やるよお前。俺とこれはまた違うわ。そんなの100歩譲って俺は許すよ。後ろのお前5人の気持ち考えたりやん。後ろの5人も何とも思ってないわ。そういうところな。何がやこれ。勝手に何とも思ってへんとか人の気持ちを考えてしまうところな。それでそれが 100% 間違ってるところな。分からへんやないか。こんなもん何とも思ってへんかもしらんがな。まず俺が許してないのに。何がよ。で後ろは結構大きめの舌打ちしてましたよ。あ、後ろの5人もな、器小さいねん。最低じゃない。マジでマジで最低や。いや別にだったらそんなことされてもイライラせえへんもん。当たり前やろお前。普段から割り込みしてるやつが割り込みされて文句言ったらマジでヤバいやつやろ。ほな割り込みせえ。そういうところな。何がじゃこれ。自分が指摘されたところを認めるのが嫌すぎて最悪な決議案出してくるところな。何がやねんお前。聞きました皆さん、俺今割り込み進められましたからね。したええやないかい。こんなもんな、お前が麻薬してて俺が注意したら、あ、お前も一緒に麻薬やったらええやんと一緒やから。全然違うわ、そういうところな。小さい問題をすぐ大きい問題にすり替えるところな。そういうところな。何がやお前。勝手に小さいと認識してしまってるところな。小さい問題やないか。いじめもそうなんですよ。いじめてる側は何とも思ってない、いじめられてる側はもうすっごい思ってるから、ね、大きい問題すり替えてくんなよお前。いやね、いやそれそうやないかい。それもな、いじめとかさ麻薬はあかんで、ね、でも新幹線先入るなんかギリセーフやから。出た出た、加害者の意見で。誰が加害者やこれ。加害者の意見出ました。はい、加害者から見たギリセーフは被害者から見た余裕のアウトという言葉をあなたに贈呈します。ムカつくなお前は。じゃ考えてみろよ、新幹線って座る席が決まってんねん。だから別に順番パッと先入っても問題ないですよね、お客さん。そういうところだよ。話が不利になった瞬間急にお客さんを味方にしようとするところだ。してねえやないか。毎度そうなんですよ。もう漫才でもトークでもそう、お客さんを味方にしようとしようね。いや別にしてへんがな。ずるいね。何がずるい。まだ舞台上は許す、あの楽屋で言い合った時とかずるいね。お前何がずるい。お前が不利になった瞬間、いやでもさんまさんこう言ってたけどな。ずるいね。何もずるないやろお前。ずるいやろ。実際に言うてんねんから。完全にトークのドーピングやないか。何やドーピングって。ドーピングや。だってお前のひ弱な意見もさんまさんが言ってたって聞いたらムキムキの意見になるやろ。何を言うてんねん。そういうところな。却下します。却下すんなよお前は。お前はな、俺がどんだけいい意見を言ってたとしてもや、俺が言ってるっていうだけでな、しょうもない意見って決めつけてんねん。それはごめん。認めんねんお前。何認めてくれてんの。俺のこういうところな、ちゃんと悪いところは認めるところな。それに比べてお前のああいうところや、こういうところな。頭おかしなるわお前は。何を言ってんねんさっきから。こうやんけ。俺が指摘したところ直そうともせえへんし、謝ろうともせえへんし。ああ分かった分かった、すいませんでした。マジでそういうところな。何じゃこれ。ああ分かってもない感じを出しながら、分かった分かったと言って謝る気なんてさらさらないですよ感を出しながら、すいませんでしたって言うところな。しゃあないが、俺が折れへんかったら話終わらへんやろ。俺が折れへんかったら話終われへんやろ。お前それお前離婚突きつけられる夫のお手本みたいな意見。誰がやこれお前。ニュアンって言ってんだお前。お前言っとくけどな、お前俺が折れな話終われへんやろっていうのは夫婦関係にとってバルスと一緒やから。滅びの呪文やないかお前は。そうそういうところな。何がやお前は。普通やったら論破されてるところをゾンビ並みにしぶといところな。お前のそういうところはな、何でもかんでもムキになりすぎやねん。ムキになって何があかんねんお前。必死すぎんねん。必死に生きて何があかんねんお前。お前必死って漢字でどう書くか知ってるか。あ？必ず死ぬって書くねんぞ。そういうところな。何がやねんお前。めちゃくちゃ知的なトーンでめちゃくちゃアホなこと言うところな。あ？めちゃくちゃアホやないか。何がアホやお前。青すぎるやろそんなもん。必死すぎんねん。必死に生きて何があかんねんお前。見てこの汗、こういうところな。ああ汗かいて何があかんねん。逆にお前のこういうところな。何がやお前。汗全然かいてかけ。若い人は弱いな。若い人の必死は見てられるけどな、汗だくのおっさんなんか誰も見たないねん。お前世の頑張ってるおじさん全員的に回したから。何がやこれお前。そうやろうかい。何がやなお前。お前汗だくやろ。でツッコミで頭叩くときあるわな。気持ち悪いね。言っちゃった。そうやろね。はい言ったな。お前言いやがって。こっち言いやがりましたよとうとう。叩いた時のな、あのネチョ感が嫌やね。待って待って、ネチョやとこらヌチョやろ。どっちにもええよ。そんなもんどうだってええだろ。ヌチョやろがい。だから汗かくなバカだれ。最悪な決議案出してるやないかお前。何がじゃこれ。何や汗かくなって、そんなもん不可能やろ。できるやろ。どうやってやったらええね。頑張るな。クソ野郎。何
何がじゃこら、何じゃ頑張るなって、汗かかへん程度に頑張ったええな、無理じゃそんなもん、お前が改善せ、お前が改善せ、お前が改善せ、お前が漫才する前にお前手にお前防水スプレー振ってからな、んでそんなことせなあかんねん、お前どうせよお前、そんなことしたところでな、叩いた時のネチョ感は取れへんねん、ぬちょな、めっちゃでもええねん、ほなお前が出番出てくる前に頭に防水スプレー振ってから出てこい、お前絶対にハゲるやろ、知らんねんよそんなもん、お前ハゲたら責任取ってくれんねやろな、逆におもろだってええやろかい、お前言うとくけどお前ハゲたらもっとぬちょ感増すから、どうでもええねんだからそんな話は、あかん、もうじゃあお前俺がボケた後お前はあの野球のピッチャーが使う老人バックっていうポンポンっていう滑り止めやってから殴る、なんでそんなことせなあかんねんお前、ハードル上がってしゃあないやろ、それくらい乗り越えろお前、ほなお前が出てくる前にな老人バック頭ポンポンしてから出てこいや、ただのフケまみれやろ、ええやないかそれで、そうやろお前、あかん、お前はもう漫才中ずっと手にラップ巻いとけ、なんでラップ巻かなんじゃったらビニール手袋はめさせる、あかんお前ラップで十分じゃお前、それでお前ネチョ感大丈夫やろ、ぬちょちゃうんかい、そういうところな、当たり前のように自分の意見をさらっと変えてしまうところな、でも松本さんも昔は金髪あかんって言ってたけど今めっちゃ金髪やからな、俺のそういうところ出てるぞお前、トークのドーピングしてもうてんねんお前は、ねえのお前、ほらお前が頭にラップぐるぐる巻きで出てこい、お前髪の毛染めてる途中みたいになるやろお前、ええやないかそれで、あっかいそんなもんお前、ほら顔全体にラップ巻いて出てこい、誰がそんな漫才笑うねん、逆におもろいになるかもしれんやろ、そんな漫才笑いませんよねお客さん、俺のそういうところ出てるのお前、お客さんを味方につけようとすんなよお前、ああお前笑いっていう漢字書いてみろお前、なんとなく笑ってる顔みたいな、出てんなよお前は、知的な感じでアホなこと言うの出てもうてんねんお前、どうでもやけど俺らよう20年も続いたな、いやほんまやな、もうありがとうございました、いきなりやねんけどな、かっこいい男の条件って何やと思う、おー何でしょうね、俺が思うにな、器の大きい男はかっこいいと思うね、はい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 、人の痛みを知り優しくできる人、人の嫌がることを進んでできる人、人を怒らず笑顔で許すことができる人、こういう男は俺かっこいいと思う、むっちゃかっこいいこと言うやんけ、かっこよすぎるでしょ、こんなかっこいいことどんなかっこいい人が言うてんねやろ、わおがっかり、誰がや中のゲーもろ中の下ですよ、中の上や、勘違いですよ、キャンプ譲ってですよ、ほんまのこと言ったら芸の上みたいな、誰がじゃ中の上もしくは上の下や、おーおー恐ろしい、ね、そんなんええねん、いや器大きい男かっこいいと思うの、言うとけど俺なかなり器大きいねんで、知らんから、例えばな、ほんだデートの待ち合わせに彼女が2時間遅刻してきたとしても笑顔で許してあげれる、マジで、いや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 俺やったら遅刻してきた瞬間ヘイマルボー、何させる気やねん、やめろ、借りに行くな借りに行くな、だいたいなんであんな女の子で遅刻してくんねん、いいやん、たまに初デートでも遅刻してくる人おるでしょ、もう意味が分からへん、え何可愛かったら何でもありや思ってんの、はなしに決まってるやん、うっとしいな、急に悩んで腹立つの顔がムカつくの言うとくけど女の子は大変なの、絶対ミノさんの方が大変、誰と比べてんのそういう意味じゃなくてさ、女の子は化粧とかもせなあかんやん、言うても1時間2時間もかかりますやん、2時間もかかってみや、それはもう顔ではなく作品ですやん、何ちゅうこと言うのオブジェの方、オブジェの方言うの、化粧って言うわな、綺麗な花のつぼみを咲かせるための綺麗な、してんのお前喋ってるやろ、気持ち悪い、あと初デートやねんから服選びとかも慎重やねん、前日の夜やればって思うのは私だけでしょうか前日の夜にやってな、寝不足の顔で会うよりも早く寝てぐっすり寝て100点の顔で会いたいのが乙女心や、60点でもいいから時間通りに来てほしい派、鬱陶しいなお前そっち派でーす、ごちゃごちゃ言わんで、とりあえず俺が器大きいとこみんなに見せるから遅刻してくる彼女やって、えそれと俺にメリットある、やれやもうさっとやってほしいならその女性の年齢名前職業など教えてください、ムカつくねあなたつの、やってないとできません、何でもやお前も思ったやつでやって、遅刻したのでー今変なキャラ入れてくんな、おい変なキャラ入れてくんな、思い通りにやりましたけど、やったけれども普通の女の子で行こうごめんね遅刻しちゃって、下打ち聞こえてんねんお前あかんごめんねわざと遅れちゃって、わざと遅れたんかお前ちゃんと来て、じゃあまたねごめんね誰やねん今の誰やお前、おい
もうごめんね遅れちゃって寝坊しちゃった。ごめんね遅れちゃって寝坊したのでー。もういらんじゃん。マスルマスルな。いやー前を通るなお前。しれっと俺の前を通るなお前。普通に寝坊しちゃったでから。ごめんね遅れちゃって寝坊しちゃった。いいよ全然待ってないし。嘘だ、だって丸二日だよ。寝すぎやろ。今も寝ようとするの。1時間。嘘だ、だってもう1時間も経ってるよ。本当に待ってない。てか逆に遅れてきてくれてよかった。時間通りに来られたら君に合う心の準備ができてなかったからね。遅れてきてくれたおかげでついさっき君に合う心の準備ができたとこなんだ。でも遅れた責任は取ってもらうよ。明日1時間あってよ。それでチャラ。そしてその時も30分遅れてきて、そしてまたその次の日も30分会おう。一瞬でもいい、毎日君の笑顔が見たいんだ。もう井上くんたら苦手。10回言って。なんで言わないか。いいから鬱陶しいって10回言って。鬱陶しい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 。うん、そういうこと。どういうことよ。言うとこと、こういう甘いセリフを支えたら女の子は井上くんかっこいいってなんねん。なるわけないや。井上さん見てかっこいいって思うのか、椎茸見ておしゃれ。何と一緒にしてんねん。全然違うわ。え、なんですか井上さんって、もしかして自分のことをかっこいいって思ってらっしゃるんですか。これは傑作だ。馬鹿にしてんのかお前は。愉快愉快。おい何を言ってんねん。それは何、え、毎日君の笑顔が見たいんだよ。っ鳥肌製造機。何を言ってんねん。もうどうもの先生、お願いします。僕ちょっと最近ね、はいはい、言いたいセリフってのが、お、何ですか何ですか。時代劇のさ、おうおう、安心せえ峰内じゃ、これ言いたい。言いたいの、言わせてあげる。Repeat after me. 安心せえ峰内じゃ。そういうことじゃない。そういうことじゃ、そういうことじゃ。安心せえ。だから。言おう思ったら言えるからさ、そういうことじゃなくて、この言うにあたってこう前振りとかね。あ、子供の頃から夢だった、叶わぬ夢だと思ってた、でもやっと夢、その夢が今日叶います。それでは言っていただきましょう。井上雄介さんで安心せえ峰内じゃ。演歌歌手だよお前。何泣いてんねん。違うやん、言うやったらかっこよく言いたいねん。 Ladies and gentlemen、 安心せえ峰内じゃ。待て待て待てよ、逆に恥ずかしいわ、もうこんな感じで。言えろ、俺言うてないし、それやったら。え、ちょ、俺がかっこよく言いたいってな。安心せえ峰内じゃ。ダサいダサいねん。じゃあドラマのワンシーンとかあるやろ。安心せえ組峰内先生。うわぁ、何言ってんの。わけ分かれへんやん。全く分かれへんかったやろ。お前が、お前も乗っかってたやろ。お前が言うからや。違うやろ、俺が言ったら時代劇のワンシーンでやりたい。ワンシーンの時代劇で。そうそうそう、夜中なんか俺が街中歩いてたら 4,5 人のやからに絡まれるわけやぞ。で、その後どうなの。なんでついてくんの。お前お笑い下手か、アホ。下手でお前チャンピオンになれるか。ええねん、1位自分で言うな、それ。分かってる分かってる。違う、俺こっち行ってるか、あっち行って絡んでこいや。俺向こう行くから。当たり前だろ。あ、来たぞ。いや俺は無理やって、俺ビビりやん。お前行けや、俺無理無理やって、俺無理やって、お前絶対無理や。分かって無理や。おい何してんねん、ダラ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 。どこで切ってんの。はいはい、安心せえ峰内じゃ。適当にやろ。何適当にやってくれてんの。はい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 は価値なるか、なくなるから、うん、ちょっと井上健志。お主、井上健志。何笑ってんの。何をヘラヘラしてんの。井上健志って、井上健志するみたいな。しょうもない。だいたい名字井上さん、それいじられてんねん。やめろ、そういうこと。そっとやる。お主、井上健志だな。お主に恨みはないが、死んでもらおう。恨むんなら、お天道様恨むんだな。そうで、そうで。角度しやがれ。一人で暗躍やってんねん。そんなやつおらへんわ。そんなやつすぐ切られるぞ。さ、いっぱい俺の中の一人やれ。せめでせめで。チョイス。なんでそいつ選ぶの。メインのやつ。お主に恨みはないが死んでもらおう。やった、むっちゃウケてる。そういうことちゃうわ。
余裕の笑みや。皆の者、かかれー。キンブシ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 。近頃こういった一人遊びにハマる大人の方々に。それではインタビューしてみましょう。最近辛いことが何のことや。わけわかれへんやろが。俺が敵と戦ってんねん、お前もこうやってんか。バシュ腐ってるやー。無理や無理や無理や。俺ピッコロと戦ってんちゃうねん。刀で今回。ありゃー、峰打ちでお願いします。それ言うたらこの辺りでも勝ちのやろ。ちゃんとやれ。ありゃー、後ろの気に刺さったとかいらん。細かいことすんな。さっさと切られに来い。ありゃどこでこれ何やねん今のお前切ってんねんお前こんな切り方ないのバルログみたいな爪やなんてバルログみたいな爪でやっとんねん分かるやろお前ストリートファイターどれもやびっくりするやんけお前うわりゃ気に刺さったとかいらんねんだからいらんだからさっさと切られに来いってね丸腰できてどうすんのそれや、それを待っとったやさっきもそれを待ってんのお前刀持ってきたやろお前さっそくええねんちゃんと切られんこいボケ切られろ峰打ちいられや峰打ち切られろようわーだーわしよ安心せこんな時はボロナイン何の宣伝してんの峰打ちや言ってんのちゃんとやろうわーだーわしよ安心せ峰打ちちゃうやろそれやったら峰打ちや言ってんねん切られたらあかんねん峰打ちやうわらよしよ安心せあ、峰打ちや言うたらあかんねん俺が言うからやってうわらよしよ人兵武士魚人兵武士信用それ武士やわしょうもないこと言うたら何してんねん安心せ刀を持っていないアホやないか切られろうわら武士大統領武士大統領いやいや俺は武士を言うてんねん何笑ってんのお前俺は武数言うてんねん聞き違いや言うてるかってなかったなんでやれどうしよう安心せ峰打ちじゃかぶんもうよろしくどうぞあの、はい、最近ね思うんですけど、ね、何ですか男同士の友情ってのはええもんやなと思うねん友達おらへん寂しいな友達おらへんいやでも男同士の友情ってええもんやな友情ってのはいいもんですよだからこの友情は素晴らしいもんやって伝えるためにさ、はい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 、例えばやけど、うん、俺とお前がこう親友やとしよう、うん、例えばの話ね皆さん例えばの話ですからねはい今から二人は親友という形を取りましてどん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 話は進めていきますけども実際とは異なりますから嫌がりすぎやろもっと聞けやえ何やねん二人は親友なわけや俺には長い間片思いしてる女の子がおんねん、うん、でもその女の子は実は石田のことが好きやねんで石田も実はその女の子のことが好きなんやまあ三角関係ってやつやでもその女の子には夢があってや夢のために海外に旅立ってまうねん飛行機が飛び立つまで1時間この1時間の間に男同士の熱い友情が生まれんねんうんもう一回言うてなんでわからんねんだってアメンボがそんな話してへんやろ理解力のなさバカなだけや三角関係やで、俺が公園におるから、お前ちょっと話しかけてこい。おい、井上こんなとこで何してんねん何がやねん何がやねんちゃうやろ服着ろや。俺何してんねん俺はやからお前だけでも服着る。なんだろ公園で一人全裸で立っとかないズボン上げ。服着てるから、それで頼むわ。おい、井上こんなとこで何してんねん何がやねん何がやねんちゃうやろゆかフランスに行ってもらうんだぞ分かってるはよ止めに行ったらやはよ止めに行ったらやあいつパスポート持ってへんねんぞアホやないかあれ服着て止めに服着てんねんおい恥ずかしいなら脱ぐなよズボン上げろなんで急に太ってんお前おばはんかおいおばはんがストッキング履くときにはせんぞ服着てますそれで頼むわおい井上こんなところで服着て何してんの言う必要ないやんらしくないどういう意味や常に服着てるそれ頼むわおいすっぱだかお井上や何名前だけでも全裸にしよう思ってお前には伝えなあかんことがあるやろ言うてこいお前にはちゃんと伝えなあかんことあるやろ
ちゃんと伝えてこいや。好きやって。お前のことどうやねん。知ってんねんぞ。お前もユカのことが好きやってこと。お前のことユカに好きっていう気持ち伝えなあかんのちゃうんか。それに悔しいけど、ユカもお前のことが好きらしいしな。だからお前が気持ち伝えてこい。ほら。石田、受け取れ。パシャ。生卵投げへんわ。やめろや。やめろ。バイクのキーや。石田、受け取れ。負け犬。井上。何急に見下してんの。井上です。井上。早よ行ってこい。一応バイクに二人分のヘルメットは積んどいたからな。何泣いてんねん。泣きたいのはこっちの方や。手遅れなら前に、はよ言うか、引き止めに行ってこい。井上。井上。俺免許持ってない。細かいこと言うなよ。それにちょっと酒入ってるし。知らん。お願い、乗っけてって。なんで乗っけてかなあかんねん。お願いやから乗っけ。服着てんねん、だからしつこいな。さっと行ってええねん。お前が行った後に公園で俺が一人や。はあ、何やってんだろう、俺。お人よしにも程があるよな。ま、石田にだったらユカのこと任せられるしな。石田、ユカを絶対幸せにしろよな。一方その頃空港ではユカ、井上がユカのこと好きとか言ってたで。気持ち悪い。ひどすぎるやろ。一方その頃アメリカでは井上でも王道でいいよ。一方その頃井上はすいません、次からちゃんと服着ますんで。服着てんねん。しつこい。もうええわ。皆さん審査を目前にして、はいはい、ちょっとやるべきことが見つかった。あ、やるべきこと何ですか。俳優や、俳優。ブブー。何がやおい。いや、俳優をやるべきやってことに気づいたよ。いやいや、お前がやるべきことは俳優じゃなくて婚活やと。うるさいなおい。いやいや、婚活もせなあかんけど、やっぱそれ以上に俳優をやるべきやってこと気づいたのよ。いや、俳優っていう仕事ええやんか。普段は経験できないような感情さ、ここ味わうことができんねんで。いや、それで言うたらお前婚活もええねお前。普段一人ではな、感じられへんような感情も二人やったら当たり前のように感じれんねん。いやいや、そういうこと違うねん。めちゃくちゃええと思う。いやええねん、別に婚活をしたいとかじゃないから。俺俳優の話をしたいから。俳優したい。ほんでもね、演じたい役も決まってんの。 あの刑事ドラマでさ、こう犯人やと思われる怪しい人物、これちょっとやってみたい。いや、それは結構難しいと思う。まあまあ確かにな、めちゃくちゃ難しいで、うん、それやったら乙女心の方が簡単。しつこいなお前。なんか無理やり婚活の話の方に持っていくなよおい。いや、とりあえずだからこの怪しい人物これやってみたいからさ、俺ちょっと怪しい人物やるから、お前ちょっと刑事をやってくれ。刑事の、俺のいる家に刑事がこう訪れていろいろ聞いてくる。これやってくれ。ここか。ピンポーン。ガチャ。逮捕します。早い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 。おまだ何もしてへんからこっち。いや、ただ怪しまれてるだけやから。ここピンポーン。ガチャ。怪しい人物でおなじみの井上裕介さん。言うか、そんなこと。お前そんなキャッチコピーとかないから。井上裕介さんですよね。で、井上裕介さんですよね。そうですけど。思ってた感じと違う。ネットで知り合ったんかお前は。何やこれ。おネットで出会うのももういいかもしれない。いや、ええで、いちいち無理やり婚活の方に持っていくなって。じゃあそこはもうこういうもんですけどってあるやろ。実は私こういうもんなんですが。あ、刑事さんが何か。違います。キュンキュンキュン。しょうもないな。無理やりハートとかいらんから刑事の方に集中して。少し聞きたいことがあるんですが、はい、剣崎剣さんの件について。名前どうにかならんかったんかおい。剣崎剣さん。まあ立ち話もなんですから。まあそうですね。出会い系酒場でも行きましょう。いかへんわおい。じゃあ無理やり婚活の方に持っていくな言うてるやろ。はいはい、ええから。じゃあ少し中に入らせてもらってもいいですか。あ、どうぞ。あ、じゃあ失礼します。じゃあ改めてケンケンケンについて。略すなお前。何やケンケンケンってお前 BKB みたいな言い方すなよお前。ケンザキケンさんのケンね。一昨日にケンザキケンさんが何者かによって殺害されたことはご存知ですか。あ、あのテレビのニュースで見ましたよ。ということですよ。こちらもご存知ですかね。小松菜奈さんが何者かによってプロポーズされたこと。関係ないやろ今。なんでその話今聞いてくんの。羨ましかったですか。いや、羨ましかったかどうかとかいらんし。悔しいなと思いましたか。無理やりなんか結婚したいなっていうふうに思わせるな。ほんで須田君のこと何者かって言うな。どうでもいいからそんな話は。そうですか、うん、じゃあ話を変えます。剣崎剣さんとあなたは会社の同僚だったそうですね。あ、まあそうですね。一番仲が良かった同僚です。で、剣崎剣さんと同じ職場で、その職場には女性社員もたくさんいたんですか。あ、まあ会社は女子社員が多い会社でした。剣崎剣さんは女性にもモテたそうですね。はい、その剣崎剣さんに恨みを持っていた人物、
あなた以外に心当たりありませんか。決めつけんなよお前。なんで俺が恨み持ってるんですね。嫉妬の塊だったんです。誰がやこれ。ないです、恨みなんか。本当に恨みを持っていてとに心当たりはないんですね。ないです。じゃああなたに好意を寄せてた女性社員に心当たりはありませんか。ないです。何をしてんねんお前こら。寂しい。寂しいやないねんおい。いらんこと来たんねえのバカだれ。ないわ。わかりました。じゃあですね、一昨日の夜10時から11時の間、あなたは一体どこで何をしていましたか。刑事さん、アリバイですか。ララバイでないことは確かです。しょうもないこと言わんでええわ。その時間は家で一人でいました。寂しい。うるさいね。いちいち寂しがんな、うっとうしいの。家で一人で。ああ、テレビか何かを見ていたんですか。一人でぼーっとしてました。寂しい。バカにしてんのか。誇り持ってぼーっとしとんねん、こっちだって。誇りを持ってる。当たり前やろが。やはりあれですか、テレビを見るとリア充が映り込んでくるから。決めつけんなよお前。そんなこと違うわおい。本当に一人で何もせずぼーっとしてたんですね。ああそうです。それを誰か証明してくれる方はおられますか。いませんね。本当ですか。ちゃんと思い出してください。その時間帯に誰かから電話がかかってきたとか、コンパの支えがあったとか、メンバーが一人足りてないだとか。いませんね。寂しい。何を言わしてんねんこら。お前は重要な証拠とか突きつけてこいバカだれ。そうですか。おかしな話ですね。いやね、一昨日の9時50分頃に剣崎健さんの家の前であなたが剣崎健さんと揉めているのを目撃したって人がいるんですよ。いやそれは知ってるんですよ。揉めてたそうじゃないですか。あなたは剣崎健さんと懸命に研究開発した健康食品ケンドプリケンの権利争いで倹約ムードになっていたそうじゃないですか。そして一見堅実で謙虚に見えるあなたは剣崎健さんの越権行為を発見、その悪条件に眉間にシワを寄せ、嫌悪感むき出して喧嘩上等と喧嘩してたそうじゃないですか。喧嘩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 、それしか入ってこへん。そしてあなたは剣崎健さんに喧嘩に負けないためにもケンタッキーを食べては懸垂し、ケンチン汁を食べては懸垂し、ケンタウロスのような体にして。お前言いたいだけやろ。もうただただケン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 言いたいだけやん。そうじゃけん。広島弁もうケン言いたいがためにも方言まで変えてもうてるやん。まあどんだけしらばっくれても絶対に捕まえてみせますからね、あなたに会う女性をね。まだ言うてんのか。もうわかりました。どうも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 はい、おはようございます。どうぞ、よろしくお願いします。2014年はね、ヤンキー映画とか出てみたいなと思って。いいじゃないですか。出たら出たらちょっと言ってみたい、セリフってあるさ。雑魚を全員倒した後には、俺に加藤なんか100年早いんだよ。これちょっと言いたい。わあ、言えたやん、おめでとう。ありがとう。終わりでーす。終わりだね。言うのは誰だって言えんだよ、流れの中で言うからかっこいいやろ、だからお前ちょっと手下になってやな。別の場所でボコボコにされてる仲間を発見してボスである俺のところに伝えに来る。それやって。了解。落とした井上さん大変です。西高の奴らにうちの学校のズ・グヌンダ・ペペがやられてしまいました。誰やそいつ。ペペさんが異文化交流取ってないから、そんな日本で行こう。日本がやられてしまいました。戦争みたいになるやろ。ブルーなるわ。トールでトールがやられてしまいました。何クソ、あいつ今日誕生日なんですよ。どうでもええわお前。トールが誕生日なし言わなあかんか。すいません。で場所はどこだ。僕の家でやろうと思ってます。お前誕生日会の話やろ。誰がトールの誕生日会の話聞いてんねん。ボコボコにされた場所や。赤ちゃん本舗の駐車場です。雰囲気ねえへんな。ちょっと第4倉庫で行こう。赤ちゃん本舗のおむつばっかりやぞお前。普通の第4倉庫でいいから、はい、よし石田第4倉庫に向かうぞ。はい。タクシー乗るかおい。どこのヤンキーがタクシーで移動すんねん。一輪車でも行かへんのおい。日暮れてまうやろうがおい。器用に信号待たんでええねんおい。いらんからそんな。お手と手を取り合って雑技なんやないかそこ。ヤンキーが移動するとバイクで移動すんねん。バイクで移動してな、第4倉庫が近づいてきたらや、バイクノートで威嚇をすんねん。ウィンター音ちゃうわお前。聞こえるわけないやろ。エンジン音で威嚇して第4倉庫に着いたら扉をガラッと開けて、おいお前ら、よくもうちの通りやってくれたな、覚悟しろ。あ、ここ第3倉庫ですわ。恥ずかしいわ。間違えるかボケ。第4倉庫でタンカー切ってんねん。お前もなんか言うたらんかい。ネット越しで言うぞ。そこは口で言え。俺に加藤なんか100年早いんだよ。それ言うとあかんやつやわ。それを言いたくて俺もやってるから。で、バーってな、タンカー切ったらボコボコにされてるトールを発見して、トール誕生日おめでとう。いつ言うてんねん。今言うことちゃうやろ。後で誕生日会な、言うてる場合か。仲間やられてんねん。トールのとこまで駆け寄って、トール大丈夫か。
井上さん。はっきり喋れ。できたらやってるわ。状況考えろよ、お前。仲間やられてね、プチンと来た俺らや。こっから雑魚を倒していくね。おらおら、おら。うれ、かかってこい、うれ。おらおら、おら。えい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 。おらおら、おら。えい、ザーク。ずるいぞ、お前。楽すんなや。そこはお前も一緒に戦えや。神よ、我に力を与えた。怖い、怖い、怖い。ジジのやつ出てくんなよ。一番怖いな、ね、あれ。どこの村や、あれ。いや、そんなええねん。雑魚倒すよ、倒したら、その中の一人がフラフラになりながら立ち上がってや。ナイフを取り出しよんねん。うれやな。ナイフとはえなきゃないか。覚悟せよ、これ。舌切ってるやん。歯の方舐めるからそうなんねやろ。かかってきて。そっから、警察に捕まりたくないから絶対に避けろよ。小心者やな、おい。もう刺す気ないやん、こいつ。頼むからかかってきて。うれうれ二刀流か。ハッピーバースデー。誕生日ケーキちゃうねん、おい。ナイフやいてる。あら、お前ら何やんねん、これやっとるやんけな。ケーキを切り分けるの、そっと取り寄せんでええの、おい。トールの仲良しの集まりちゃうねん、かかってきて。腐ったれ、どうせお前に勝つには100年早いんやろうね。もう言うたぞ。それ言うてもたら、お前倒したと同じこと言うから黙って。てれ、うら、てれ捨ててててててマリオみたいにやられんでよ。普通に殴られんの。てれ、うら、俺にかどうなんか。100年早いんだよ。ですよね。しらけるわ、おい。ですよね。しれっとナイフ刺さってもうてんねん。指名しろよ、ちゃんと。寝れ、うら、俺にかどうなんか。100年早いんだよ、かぶってんの。大事なとこお前前来たからその場で。寝れ、うら、俺にかどうなんか。100年早いんだよ。100年後この野郎。せんでええわ。もうええわ、なんか。今日もスーツの下タンクトップですよ。見せんねん。ハンカチも何があかんねん。これ何ですか、工場のマークですか。地図記号で言うな、お前。何でそんな風に言われたの。お前もう生きないって。何がやねん。あ、すいません、またこれもう毎回説明しますけど、いいです。生きりっていうのは関西でよく使われる言葉で、はいはいはい、まあ簡単に言いますと、カッコをつけている、調子に乗っている、キザ、イライラする、なおかつ気持ち悪いを合わせた言葉。悪口やないかも、そうなんて。ちなみにこいつがベスト生きりスト。誰が代表作やん。もうほんまにすごい生きりますからね。普通です。こいつコンビニでバイトしてたんですけど、それもまた生きるんですよ。バイトなんか誰がやっても一瞬。レジやっててね、お客さんが来たらまずいらっしゃいませ。やってないぞ。ピッ、バーコードの打ち方、おい、バーコードの打ち方よ。お会計の方329円ちょうだいです。決めすぎ。ちょうどちょうだいいたします、ありがとうございました。すごすぎるやろ、おい。お前そうなったらレジから消えて戻るやないか。切りすぎやな。そんなんどうでもええねん。ちょっとあんな話聞いてよ。ええ、まあ、すっかり寒くなってきたけどさ、はいはいはい、俺季節の中で冬が一番好きなのよ。何がやろ、お前。冬ええやんか。冬になったらさ、空から無数の白い天使が地上に舞い降りるわけや。ね、うざいでしょ。何がやねん。今のはね、なんですか、雪が降るという、イキリ語ですね。イキリ語ってなんやねん。ちなみに、英語は、発音が難しいですけど、イキリ語は発言が恥ずかしいですから、ね。芝居だろ、お前。気をつけてください。なんでそんなこと言われなあかんねん。いや、でもほんま冬ええやんか。何がやねん。冬なんかなったらさ、また恋愛をロマンティックにしてくれるやん。いや、ロマンティックにしてくれる。死ねば。なんで言うの。いや、でもそうやん。特に夜がムーディーやん。何がムーディーか、星のカービィみたいな。誰がやん。まん丸でもないし、ピンクでもないやろうが。いや、冬のカップルとかええなって思うね。いや、俺冬のカップルが俺いっちゃん嫌いやもん。なんでなの。なんや言ったら、なんか夜のコンビニの前でイチャ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 しとるやん。それがええんやんか。なあ、でなんかコンビニで買ったであろう肉まんを二人でこうやって頬張っとるわけ。なんか酒でええやん。なあ、ほんで会話聞いてたらや、お前女の子の方がええな。むっちゃ寒いわ、寒い。家帰る。そういうこと言うなよ、お前。家帰ってくるとる。そうやけどやね。もうせめてお前寝袋持ってこよう。絶対嫌よ、そんなの。なんでコンビニの前で寝なかったんだ。イライラするわ。そこは女の子が寒い言うてんねんから、男の子に対するサインなわけや。だから男はさっと女の後ろに回り込んでや。まさか。そうや。二人羽織やるか。どうやねん、肉まん、あちゃ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 、右右右、あちゃ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 、そんなユニークカップルちゃうねん、お前。そこはギュッてしてやんねん。顔違うわ、お前。どのどっちが顔ギュッとすんねん。ギュッと抱きしめてやんの。だこういうのええなっていうのをみんなに見せるために、ちょっとお前、うん、俺の彼女だけやって。死んでも嫌。どんだけ嫌がるの。死ぬかやるかやってやるやろ。はいはい、やって頼む。お待たせ。それにしても寒いね。うん、本当に寒い。そんなん違う。すごい寒い。俺の彼女、そんな妖怪みたいなの違うの。僕の彼女やねんか、それそうなんだ。あ、それそう。お待たせ。それにしても寒いね。うん、本当に寒い。そんなんでもない。すごい。おい、なんで彼女も生きてんの。まあ、彼女持ってくだ、自分認めて持ってる。ええねん、そういうことは。おしとやかなやつ。それで行こう、はいはい。お待たせ。それにしても寒いね。こっち来なよ。恥ずかしがらなくていい。
僕が温めてあげる。招き俺招きに話しかけてて頭おかしいやろ。おい聞けよお前は。うまいなおい上手にやりよるわ。もうええわ、うん、とりあえずこういう会話をしてたら女の子が、うん、甘えちゃおっかなーってこうな俺にこう寄り添ってくるわけよ。でこういう二人の会話を冬ならでは白い息が包み込むねん。何してんの。二人の会話を白と生きりが包み込む。違うわ白い息や言うてんねんお前。なんで白と生きりが包み込まなかんねん。おいカップルだ、おいカップルだ、やれや何無視してくれてんねんお前。白い息が包み込むの。その白い息をパッと見上げたらな、澄んだ星空に彼女が気づいてや、あ星がいっぱい綺麗って言うからすかさず俺が、本当だ綺麗だね、でも君の方が綺麗。あー気持ち悪い。とくるやろ邪魔すんなよ。お前のコメント生産狩りやな。そんなに危なないわ。気持ち悪い。それの何がやねんお前。ええやん。それやったらこっちの方がやろお前。うわー星がいっぱい。いや君の方がほくろいっぱいだよ。気持ち悪いよそんなやつ。違うこれほくろじゃないよ、さっきの肉まんの具だよ。二人ボールするからやねんお前。そんなんええから邪魔せんといて、はいはい、でこの後が一番やねん。あ流れ星、えどこどこどこ、もう行っちゃった。私願い事できなかった。僕は願い事できたよ。え、なんて願い事したの。見逃した君のためにもう一度流れてください。臨氷当社。何を言うたんだ。最近ちょっと思うんですけど、何ですか何ですか。あの男に生まれてよかったなと。ああそうですか、そんなに嫌われてんのに。あだからツイッターでおはようってつぶやいたらお前は目覚めんなって書いてある。言わんでええよ今言う必要ないからさ、いや男同士の友情ってええなと思うねん。まあね、だから今日男同士の友情の素晴らしさを伝えるために、はいはい、例えばやけどさ、うん、俺とお前が親友やでしょ。死んでも嫌。嫌がりすぎやろお前。スッと聞いてくれやん。俺たちは高校球児やん。もう野球部のエースで、俺はバッテリーを組んでるキャッチャー。おお、ってことはキャッチャーマスクをかぶる、うん。イエーイ、顔隠れるやん。そんなつもりないねん、別に。でもお前、キャッチャーやる言うてるのに、なんでお前ずっと左打者用のヘルメットかぶってる。こういう髪型やねん。右耳守ってないねん。ハゲの次はこの髪型や。ややこしい。ややこしいね。ね余計なこと言わんねんから、うん。甲子園を目指してこう練習に励んでんねんけどな。エースであるお前が、親の仕事の都合で海外に引っ越さなあかんから。それを野球部のナインには内緒で勝手に行こうとしてることにバッテリーでやら俺が気づいては空港まで止めに行く友情物語。それやって。了解。おい、石田どこ行くねん。飛行機乗ってるやん。飛行機乗ってもうてたら二人で旅立つことになるやろ。そうそうそう乗る前のロビー。それで頼むわ。おい、下どこ行くねん。キャッチャー。ポジションで言うなよ。いや、キャッチャーではあんねんけど、うん、名前があるから、名前、名前だもん。おい、下どこ行くねん。井上。一か八かにかけんなよ。名前ぐらいスッと出てくる親友やから。親友。おい、下どこ行くねん。うぃ、いらんねん、こんなノリ。親友やるやろ。いや、しょうもないのいらんから、スッと井上。おい、下どこ行くねん。井上。小林。みんな来たらあかんねん。みんな来てもうたら野球部の友情やから、バッテリーやから、俺だけ。おい、下どこ行くねん。井上だけ。協調せんでええわ、おい。井上だけ。キノコみたいになったやん。じゃ、井上でええから。なんで急にリュックもなったやん。おい、下どこ行くねん。井上。おばあちゃん、ほら、井上が来てくれた。おばあちゃん背負ってんの。おばあちゃん、ボケ多いわ。ボケ多い。おい、下どこ行くねんに対するボケが多すぎるわ。どうも、ボケ大量生産です。褒めてへんねん、お前。余計なこと言わんでえから止めるとこが醍醐味やからボケるの控えめで頼むわ。控えめ。俺のボケは塩分か。しょうもないこと言わんねえからスッと言って。おい石田どこ行くねん。せやぞ石田どこ行くねん。お前誰やねん。じゃいらんねんボケが。もうボケの駐車場満車満車満って光ってる。みつる頼むわ。おい石田どこ行くねん。井上ではござらぬか。何時代やねん。いらん。控えめって俺が悪かった。ボケるの禁止。すいません僕の仕事なんですけど。もう十分やった。ただいま私職を失いました。何を言うてんねんお前。ボケへん俺なんかほぼそうめんやん。知らんけどやな。ユニークなコメントもいらんからノーユニーク。ユニークなしで。それで頼むわ。おい石田どこ行くねん。井上服着ろや。裸ちゃうねん。空港まで全裸で友達止めに来るって頭おかしいやろ。頭おかしい。おかしないよ。何を言ってんねん。じゃやって。俺もボケんとこと頑張ってんねんけど俺の中の悪魔と天使がこう葛藤してるわけよ。ボワワワワワワボケたいんだろ。好きなだけボケればいいんだよ。ピロピロピロピン。ダメよあなたは漫才師。お客さんの笑顔を守るためにいっぱいボケなきゃ。どっちもボケてるなんでそうなんだよ。もうボケいらんから。お前のボケの過剰摂取のせいでこっちボケのメタボリック症候群になってまうわ。え何か言えよ。何急に見てくれてんの。ボケのメタボリック症候群どうした。え俺がいっぱいボケるから自分でも面白いこと言おうと頑張ったん。超可愛いんですけど。舐めてんのかそ
んな俺も我慢せえ言われたらボケ暴行炎になるわ。何を言ってんねん。もう余計なこと言わんでから次の展開。おい、一緒どこ行くね。井上、お前俺が見えんのか。幽霊ちゃうねん。もう飽きてるって。頼むから行こうぜ次。おい、一緒どこ行くね。あっちらへん。ただのアホやないか。君が一番面白い。ただ漫画チャンピオン。頼むわ。おい、一緒どこ行くね。おう、ミスター井上。へいやないねん。おいやれや、お前。今日お前、おい、石田どこ行くねんしか言ってない。お前のせいやねん。お前のボケが多いからそうなってんねん。ええ加減ちょっとこっちも切れんぞ、こら。お前、俺に切れる暇あったら、まずここ切れや。何の話してんねん。もうよ。ありがとうございます。あのね、恋愛ドラマめちゃくちゃ面白いなと思うねん。ああ、でも恋愛ドラマめっちゃおもろいって言ってる42歳のおじさんが絶対おもろいよ。何がわかんねん、おい。面白いやんか、見てて思うねんけどさ、はいはいはい、女子がこうキュンキュンするようなな、はいはいはい、仕草とかセリフがよう出てくるやん。確かにお前胸キュンさせたけど胸焼けさせた。うるさいね。でもな、ああいうのでさ、実際問題リアルでやられたことある、はい、やったことあるっていう人あんまおらんと思う。ああ確かにな。まあ例えばで、あの壁ドンや。ああ壁ドンぶりね。全然違うわ。はい、壁ドンお待ち。何がしたいねお前は。低レベルのボケやって何が悪いねん。分かってねえってやんなよお前。逆切れすごいなおい。でもあれとかもあんまやったことある人いるのおらんと思うねんな。まあ確かにな。でもさ、壁ドンって普通なんかこう肩の上にやられるイメージありますけどね。あ、そうや。井上がやったらな、脇下やんな。なるわけないやん。どんだけ背低いや思ってん。絶対脇下やろ。ならへん言うてん。え、なんで？え、いけるここ。当たり前やろがい。え、普段台持ち歩いてんの？持ち歩いてるかおい。台持ち歩いてる。かっこ悪すぎるやろ。だから壁ドンするからね。うん、子役タレントかおい。そんなわけないやろが。え、じゃあ何？ジャンピング壁ドン？何やそれ。ダサいね。できるわい壁ドンぐらい。いや、みんな信じてないっすよ。ちょ、できる言うてんねん。ほなやってみてよ。なんでやらなあかんの。いや、ほらもうみんなが疑ってるからしゃあないよ。いやいや、別に壁ドンなんか女子にやるもんであって。いやいや、もうテレビで見てると、ああ井上さん嘘ついてるってなってるから今。ちょ、でき想像したら分かるがな。いや、想像した結果脇下やから。めんどくさいな。ドンドンって言うんや。何が。いや、それはおもろい。いや、雰囲気出してんねん。それはちゃうわ、お前。壁ドンやねんから、それ。せこいわ。何がせこいねん。ドンのセルフサービス。何やそれ。おもろいって、ちょっとお前やめてくれ、お前。できたね。もう一回やってくれ。いや、できた。俺はいじりたいポイントがあんねん。いや、できてるやん。やってくれ、もう一回。やって。いや、こいつめんどくさい。ドン。おもろいって。何が何がおもろいの。俺はちゃうねん、このほら腕の角度こう、ね、えらい傾斜高いなとか言いたいねん。それいじったらええがな。ちゃうやん、おもろすぎんねん、ドンのセルフサービスが。それ何やねん、さっきから。やめろや、ドンのセルフサービス。実際だからな、ドンが言うて壁のやられたことあるってどれぐらいいます。ほらやっぱおらへんやんか。いないですね。じゃあ逆にドンのセルフサービスやられたことある。それ何やねん、だからおるわけないやろが、お前。いないですか。あと言うてるの、肘ドンもそうや。あ、肘ドンな、これでな。目的教えろよお前。何がしたいねんおい。後で後悔するボケやって何が悪いねん。分かってんねんったらすんなよお前は。肘ドンなんかもやられたことあるってあんまおらんと思うねん。おい、肘ドンはでけへんよな。何をニヤニヤしながら言うてんの。肘ドンはさすがにでけへん。できるに決まってる。絶対でけへん。できる言うてんねん。ほなやってみろ。なんでやらなあかんねんなあ。ほなやってみろや。どっさドン。授乳の距離や。何が授乳の距離やん。何や授乳の距離。それはせこいってお前。何がせこいねん。授乳の距離でドンのセルフサービス。それ何なんさっきから。せこいって。無理無理無理、耐えられへん。やめて、これ以上やめて。無理無理、おもろすぎるから。何がおもろいねん。話変えて。つらい。もう無理、ギブ。あとあれもね、顎食いとかもそうやから。顎食いもね、またやられたことないです。こうやってこうやって。そういうこと違うねん。顎食いってそういう意味違うから。後輩に尊敬されへんボケやって何が悪いやめんな。だから分かってんねやったら、あれもやらへんやんか。全然さすがに顎食いはできへんやろ。何を言ってんのお前。ニヤニヤニヤ。顎食いはできへんやろ。できるに決まってるやろ。顎食いことできるがな。ほな見せてもらう。なんで見せなあかんねんおい。なんで42のおっさんが42にこんなことせなあかんねん。食いは言わへんねん。何やねんさっきから。じゃあ何を言うてんの。食い言わへんなあ。食い言わへんってことを頭に入れて思い出して。ドンおもろすぎだろ。何を言うてんねんお前は。おい、さっきからどんだけ言うてくんねんお前。お前どんだけとか言うなよお前。カビになりすぎや。
どんどんセルフサービス発動したんかと思うやんけ、お前。してないねん、別に。勘弁してくれよ、お前。どんどんセルフサービスばっかりしやがって、お前。さっきのそれ、どんどん何がええねん、お前。どんどん何がええねんって言われたら、皆さん口揃えて言いますよね。セルフサービスや。もうええわ。どうもでした。の芸歴やんか。いや、なかなかの芸歴なんですよ。ああ、こっちの芸歴わかってるわ、お前。そういう関係ではないですから、なかなかの芸人やからさ、もういいおっさんなわけや。いや、いいおっさんなんですよ。あ、まあいいおっさんって言ってもこいつは悪いことしない。いらんこと言わんねえよ、余計なこと言わんねえよ。いいおっさんにもかかわらずよ、俺なんか彼女もおらんわけや。彼女もいないんですよ。あ、彼氏もいない。うるさいね。ギャー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 余計なこと言わんねえねん。でもあんま彼女もおらんわけよ。でもモテへんかつはそういうわけじゃないねん。まあ言うたらさ、年を重ねるにつれてどん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 モテては来てんねん。後でドクロの書かれたドリンク飲んだ死んでまうやないか。毒薬やんけ絶対。いやでもほんまにモテんねんて。なんていうかな、この大人の余裕っていうのかな。まあ言うたらさ、昔みたいにわーっとこう女性にガッツかへんもん。ああそう、うん、昔はな、あの道頓堀のピラニアって呼ばれて。ダサいなおい。何やその変な異名、言われてるかお前、大人のデートをするわけや、だから高級ディナーとかに連れてくる。ああ、やっぱ犬屋さんレベルになったら食べますか、はいはい、高級フレンチブルドッグ。犬やねんか、寝ぼけだろお前。フレンチで止めたの、フレンチね、大人なエスコートをするからな、うん、最終的に女性にこう言われんねん、今夜は帰りたくない、あなたとだけは。言うかそんなこと。絶対言うたらあかんの、そんなもん。帰りたくないって言うわけや、うん、ほんまなんかエスコート名残な振る舞いをするわけよ、うん、このお店すごく美味しいんやで。ああそうなんですね、いただきます。店食べたらあかんねん。誰が店美味しい言うてんねん。違う、店の料理が美味しいから。ほんでこれ中に入ったらもう顔パスや。あ、その顔は無理です。そっちの顔パスちゃうねん。そういう意味じゃないから、チェックなしで中に入れんねん。井上様、お待ちしておりました。エリちゃんどう、お店気に入った？ うわ、すごい素敵なお店ですね。でも井上さんのことだから、いろんな女性とこの店に来てるんですよね。そんなことないよ、このお店は特別な日に特別な人としか来ないんだよ。なんか言えよ。何急に冷めてくれてんの。あー、でもワインもたくさんあるんですね。重いのと軽いのはどっちが好き？あ、私詳しくないんで。井上さんは？俺はワインも濃いも重いのが好きかな。ワインどれにしようか。私あの握りやすくて硬いボトルなら何でも。殴る気やないか。何考えてんねんお前。ここお任せしますや。アッコにお任せします。誰に任してんねんお前。大変なことになるぞお前。俺に任せて。お任せします。あ、分かった、いつもの一つ。かしこまりました。お待たせいたしました。いい香りだね。柔軟剤ですので。何入れてんねん。死んでまわないかお前。ワインや、ワイン。だから乾杯すね。君の瞳に乾杯。私の網膜崩壊。どういうことだよ。いらんこと言わんでね、ほんま。で、こうワインを飲みながらな、こう会話を楽しむね。どう、料理美味しい？わあ、すごく美味しいです。このお店ね、取材 NG のお店なんだ。あ、そうなんですね。やっぱどこでも見たことないですもん。うん、あの、よかったら両親とか連れてきたら、俺のつけでいいから。いいんですか？ありがとうございます。長そうめんしてない。高級フレンチやから、普通にご飯食べといて。うん、あ、で、こう彼女いるんですかとか聞いてくんねん。井上さんは彼女いるんですか？どう思う？どう思うって言われても。逆。エリちゃんが今思ってることの逆。だから今思ってる気持ちの逆のことを言ってごらん。生きててほしい。死んでほしいと思ってるやん。なんで彼女おらんでそんなことになるの？ちげ、そこは。じゃあ彼女いない。正解。絶対嘘だ。井上さんモテるもん。本当にいないって、これや。アジア一おもんないから。何がやねん。ねん。ほんでこっちもな、彼氏いるのって聞くわけや。じゃあエリちゃんは彼氏いるの？あ、どう思いますか？いない。いや、絶対にいない。そうですよね、私って魅力ないですもんね。そういうことじゃなくて、エリちゃんは彼氏がいるのに他の男性と食事に来るような女性じゃないってこと。あ、どうしよう、胸が苦しい。私結婚詐欺師なのに。絶対あかんだよ。騙されるから。あかんあかんあかん。そこも胸キュンだけしといてくれてから。ほんでこんな追い打ちをかけるように、じゃあ俺エリちゃんの彼氏に立候補しちゃおっかな。キュン、胃がキュン。ストレス感じてるやん。ストレス感じてあかんねん。もうそんなこと言われたら芽生えちゃうじゃないですか。さつしばくぞお前。いらんこと言わんでええから。だから胸キュンだけしといて。だから胸キュンした気持ちを隠すようにトイレに行こうとすんねん。すいません、川屋へ。江戸かお前。川屋なんか言うかお前。トイレや、トイレ。すいません、ちょっとトイレに。もう漏らしてもうてるやん。それ漏らしてたらあかんねん。もうすっとトイレ行ってくれたから。ほんで女の子はトイレ行ってる間にな、スマートに会計を済ませんねん。すいません、チェックお願いします。私無事ですけども。いや、服の話しちゃうの。柄の話じゃなくて、お会計してください。お会計でしたら、あちらの出口を出ていただいたところです。すいません。食い逃げだ。何をしてんの。おいおいおい、食い逃げだ。何をさしてんの。またあいつ逃げやがった。やめろバカタレ。お前いらんことせんでいいから。もうね、会計済ましたらな、トイレを済ました女の子がバーって戻ってきてな、じゃあ俺が帰ろっかって言ったら、女の子は帰りたくないって気持ちをもとに最初にあのセリフを言うねん。今夜は帰りたくない、お金もらうまでは。最悪やねん。
いやー、モテてると思っててモテてないお前の方が辛いよ。誰がお願いします。頑張っていきましょう。楽しんでいきましょうね。せっかくですから。今日もこいつスーツの下タンクトップですよ。いちいち見せなくていいです。そうだ、もう今日はタンクトップ重ね着。ええがな。寒くなってきてんから重ね着もするわ。生きんなっつって。何がやな。ほんまに生きりよるからね。普通ですって、僕。ほんまに生きりますよ。言うたらですか、照明写真撮るときもね、普通の人やったらこれカーテンシャーって開けて、これ椅子の高さをこう調節して、座ってカシャって撮るでしょ。そういうもんですから。撮りますけど、こいつはもうカッコつけますわ。ね、もう、こう、椅子をこう回転させるでしょ。ね、もうでまた中にこんな。やらへんよ、そんなことは。やらへんとかもしながら、ほいで、一番上まで、一番上までの高さに持ってって、こうやって撮ります。使い方間違ってるわ。なんでちょっと眺めてんねん。いきりすぎやろ。ええー、ねん、そんなことは。そんなことやる。ちょっと俺の話聞いてくれ。ねん。俺最近ちょっと思うことがあんねんけどな。うん、ちょっと俺芸人向いてへんから俳優になろうと思うねん。リピートアフターミー、気のせい。芝居たろか、お前。さあ、気のせい。なんでみんなで言われなあかんの。気のせいやるか。向いてへんと。でも言うても俺演技には結構自信あんねん。ほんまかい。じゃあお前、じゃあ感情をな、お前顔だけで表現してみる。あ、いけるいける。じゃあ怒って、泣いて、笑って、キモ。なんでやねん。何も気持ち悪いことないやろ。気持ち悪いやろ。いやでもドラマ出たいの。キッズウォーとか子役扱いすな、お前。性関係ないやろ。ある程度あるやろ。なんや。俺がドラマに出るってなんか今かっこいいドラマや。なんやろ。言ったら医者もんのドラマとかな。井上、ひねおきか物語。かっこ悪い。あと言うとやりたいやつや、刑事もんドラマとか。生きる大捜査線。踊る大捜査線。君らの思い封鎖できましたよ。何を言ってんだよ。そんなうっとんやつ言えるの。俺違うわ。あとやりたいのヒーローモンドラムな。タンクトップ戦隊キラワレンジャー。絶対や。何キラワレンジャーって。フライスーツの下タンクトップ。うー、イライラする。何のことやねん。精神的ダメージ与えるヒーロー嫌やろ。何やろ。でもやっぱ一番やりたいのは、あの恋愛モンドラムな。無理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 。俺が力士になるぐらい無理。不可能やから。無理やって。いやでも恋愛もドラマやってみたいのよ。もう設定も決まったんねんけど、出会いはもうバーで行われるわけや。バーさあ、言うたら想像してみて、皆さんも想像してみて。俺が一人でバーでこう飲んでるわけや。何笑ってんの。お前バーカウンターの先足届いてんやん。そんなに足短ないわ。ブランブランブラン。やってない。立ったり立ったりカウンターお前来ない。どんだけセーフって言われてんの。普通に行けるわそこは。だから行きつけのバーに俺が行くから。ちょっとマスターの役。あ、マスターな。あ、雨が降ってきやがった。こんな日はガラ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 。閉店するぞ。おい、入らぬ物語始まらへんやろ。はいはいはい、じゃあ言ってくれ。ガチャ、いやマスター。らっしゃい。そんなんちゃうねん。おい、バーのマスターやん。どんなやろ。そこは大人っぽい雰囲気で、いらっしゃいませ。シャシャシャ。なんて言うてんの。え、いらっしゃいませ。シャシャシャ。シャ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 言うとるの。もうちゃんと。はいはい、いらっしゃいませ。いつものやつを。かしこまりました。お待たせしました。ヤクルトでございます。そんなもん飲まへんねん。なんでバーまで行ってヤクルト1本飲まなあかんねん。何やねん。そこはカクテルださんかい。だから俺がいつものやつを言ったらキッソブファイヤー出せ。なんじゃそら。キッソ、何それ。みんな知ってるやん。知らへんよみんな。知らんのか。何それ何それ。キスのような情熱の炎を燃やす刺激的な味わいのカクテルや。味が行方不明や。何がやねん。全く分かんない。ええー、からいつものやつを言ったら黙ってからシェイカー振っとくやって。おお、いろいろイライラする。何これ、生きってる鰹節。何を言うてんねん。もういらんこと言わんでよ、ボケ。何やねん。もう女、俺が一人でやるから黙って見といて。お待たせしました、キッソブファイヤーです。ありがとう。今日は一段と輝いてるね。カクテルは飲む人の心を映し出すんですよ。よく言うよ。何かいいことでもあったんですか。いや別に、ただこの平凡な毎日がやけに幸せでね。だから今日はこの平凡な毎日と飲み明かしたい気分なのさ。って言うてたら後ろから一人の女性が話しかけてくんねん。すいません、宗教に興味ないです。そんなやつ話しかけに来るか。ずっと後ろで話聞いてたんですけど、騒動やんでらっしゃる。やんでないねん。かっこいいやろ言うとんねん。これでカクテル飲みようしないけど、マスターおかわりかっこいいやろ。お待たせしました、キッスオブファイヤーです。ありがとう。そして皆様お待たせしました、キック&パンチです。何してんねん。もうええわ。ありがとうございました。今年
を残すところあと1ヶ月ということでね、あと1ヶ月ですよ、たくさんの方が来ていただきましたの で、 そうです、ね、大仁田氏に帰っていただけたらなと。はい、勝手にどうぞ、勝手にどうぞ、ね、せっかくですから楽しんで帰ってくださいね。あのいきなりやけど、何ですか、俺ちょっと久々にやりたいことがあるんだよ。何謝罪会見、違うわおい、そろそろみんな欲してる頃やと思いますけど、ね、もう一度おかわりみたいな、これぐらいの時期になるとね、あと確か6日ぐらいですよね、12月11日、いい日が、何を言ってんの、そんなのしてんじゃん、あ、じゃないですか、いや、どう